私の名前は桜。今日は大事な息子の運動会。低学年の徒競走が始まるということで、息子の勇姿を収めるべく、最前列で構えていた。いよいよスタートというその瞬間、突然髪の毛を引っ張られて、そのまま仰向けに倒れてしまう。見上げるとそこには、ママ友の綾菜がにやつきながら立っていた。いった、何すんのよ。ああ、何怒ってんの？邪魔だからどかしただけ。そもそもおばさんのくせに一番前陣取るとかどういうつもり？普通こういう時って若い人に譲るもんなんじゃないの？そんな、年齢なんて関係ないでしょ？っていうか立てないんだけど、あなたどんな力で引っ張ったわけ？何切れてんの？大した力で引っ張ったわけないじゃん。あんたの体幹が弱々なのがいけないんじゃない？もうおばさんだから筋肉なくなってるんだったりして、っていうか今うちの娘が走ってんだから邪魔しないで。邪魔しないでって、うちの息子も走ってるんだけど、てか本当に立てないんだけど、どうしよう、これぎっくり腰？まいったな、この後親子競技もあるのに。そんなことを思っていると、近くにいた別のママ友が助けてくれた。どうやら本当にぎっくり腰になってしまっているようで、立つことも困難である。ああ、うちの娘、マジで最高。見た？1位だったんだけど。ほんとさすが、私の娘って感じ。あんたんとこのはどうだった？自分の子供見すぎて、あんたの子供がどうなったか見れなかったわ。どうぞお構いなく、こっちはあなたのおかげでぎっくり腰ですよ。どうしてくれるんですか？責任取ってくれるんですか？ああ、だからさ、邪魔したあんたが悪いんでしょって言ってるじゃん。何でもかんでも人のせいにするのよくないと思うよ。ぎっくり腰になるのも筋肉がないからだから、もう少し鍛え直せば。そうやってぬるま湯に浸かってるからダメなんじゃないの？なんであなたにそんなこと言われないといけないの？そもそも私はちゃんと時間通り順番で並んで先頭にいたの。それなのにどうしてあなたに譲れなんて言われないといけないわけ？ぎっくり腰になったこともそうだけど、全然納得できない。あなたこそどうしてそんなに偉そうなの？ああ、怖い怖い。おばさんが怒るとめちゃくちゃ怖いんですけど。余計にシワが増えるし、怒ってもいいことないですよ。あんたも親ならわかると思うけど、私だって娘の頑張ってるところが見たいの。それが親心ってものなのに、どうしてそれを理解してくれないわけ？おばさん、自分勝手すぎるのも大概にした方がいいと思うよ。あ、これ若者からの助言ね。さっきから私のことをおばさんおばさんって言ってるけど、そんな年でもないから。あなただってもうアラサーでしょ？すぐにこっち側に来ることになるからね。こわ、確かにアラサーだけど、あんたはもっと先行ってるじゃん。私とあんたを一緒にしないでくれる？歳取ると切れやすくなるって本当だね。そういうことじゃないでしょ。そもそも転ばせてるんだから謝ったら？私はあなたのせいで痛い思いをしたの。それでも謝らないの？もしかして子供にもそうやって教育してるのかしら。だとしたら将来が心配ね。ご心配なく、うちの娘にはめんどくさいこと言ってくるやつと関わるなって言ってあるから。あんたみたいなの相手にするだけ無駄だもんね。というわけで、私もあんたと話すのなんて時間の無駄だから終わりにしたいんだけど、おばさんはまだ私に言いたいことでもある？子供にまでそういう風に教えてるなんて、もう少し考えたら？私も人に言えるほど立派な子育てしてるわけじゃないけどさ、さすがに自分が悪いことしてるのに謝らなくていいなんて教育はダメでしょ。そんなことしてたら、もしかしたら謝らなくていいのに謝らなきゃいけないかもしれないじゃん。自分の子供にそんなかわいそうなことできるわけないじゃんか。そういうのがダメって言ってるんでしょうが。いっててて。
ああ、無理して怒鳴らない方がいいんじゃない？早く保健室か病院か行った方がいいよ。痛いまま放置なんて嫌でしょ？言われなくても分かってるわよ。ママ友たちの手を借りて保健室まで運んでもらい、コルセットを借りた。腰に巻くと随分楽になり、助けてくれた人たちにお礼をする。その足でもう一度校庭に向かうと、彩菜はスマホをいじりながら足を組んで座っていた。え、なんであの子の周り誰もいないの？きっとみんなさっきの見てたのね。まあ、もともと誰かと一緒にいるような人じゃなかったけど。それにしても、あの態度は何なの？自分が一番偉いですみたいな。嫌だけど、声をかけましょうかね。保健室に行ってきたわ。あ、そう。だから何？よかったじゃん。痛くなくなったんでしょ？だからもうこれ以上、私に関わるのやめてくれない？っていうか、私が誰だか分かってて、そんなにめんどくさい絡みしてきてるわけ？あなたが誰かなんか知ったこっちゃないんだけど。とりあえずちゃんと謝ってよ。私は痛い思いをしたんだし、保健室まで行って処置してもらってきたんだから、元凶のあなたはちゃんと謝んないといけないでしょ？どうしても謝りたくないって言うんなら、どうしてこんなことしたのかちゃんと説明して。謝れおばさんって嫌われるから、マジでやめな。これは、若者からの助言ね。あと、しつこすぎるのも無理。だから、あなたもすぐにこっち側に来ることになるって言ってるでしょ？そうやって、論点すり替えばっかりしてないで、ちゃんと現実を見て。だからさ、さっきから言ってるじゃん。私は娘の頑張る姿を誰にも邪魔されずに最前列で見たかったの。もしこれがお金出して買うようなもんだったら何万でも出してました。それがないから誰かに譲ってもらわないといけないでしょ。でも話してる暇なんてなかったからどいてもらっただけ。はい、これでおしまい。他に聞きたいことは？マジで謝る気なんかないからね。それだけは絶対譲れないからさ、怒るんなら有料制にしない学校に行ってね。そうやって自分のこと正当化して楽しい？絶対に社会的に自分の方が正しいって思ってるの？私みたいな考えの人もいるだろうなって思ってるよ。多様性の世の中じゃない？悪いことしてないのに謝らなきゃいけない世界の方が間違ってるでしょ？それは自分が本当に悪くなかったら謝りたくないって気持ちもわかるよ。でもさ、あなたの行動で私は怪我をしてるの。あなたの意思とは関係なく。だったらまずはそのことを謝るべきでしょって言ってるのよ。じゃああなたは私と同じことされてもその人に文句は言わないってこと？は？そりゃ言うに決まってるでしょ。私のこと誰だと思ってんの？チッ。あのさ、さっきから聞いてると自分が私より上みたいな顔してるじゃん。そもそもスタート地点が違うんだから同じ風に考えられるわけないでしょ。誰にも言ってないけど、私のお父さんってヤクザなの。だから誰も私には逆らわないのよ。怖いから。だから何？そんな説明じゃ納得できるわけないでしょ。ああ、もういいって。邪魔したから殴ったの。父親は組長よ。文句あんの？あ、そう。組長なんだ。なんて組？聞いてどうするのよ。まあ別に教えてあげるよ。嘘ついてるって思われたくないし。あざみ組よ。あざみ組。この辺のちょっと悪めの人なら全員知ってるんじゃない？あんたがどうかは知らないけど、ほとんどの人は知ってるような有名なヤクザよ。あ、そう。なるほど。あざみ組ね。わかった。被害届出しました。え？いやいや、ちょっと待ってよ。あんた頭おかしくなっちゃった？腰を打っただけかと思ったら、頭までやっちゃったんだ。そんな証拠も何もない被害届なんか、誰が受理してくれるわけ？どうあがいたって無駄だから。誰が証拠がないなんて言ったの？
お友達が取っておいてくれたのよ。おかげであなたのことを警察に報告できるから助かったわ。なんなら映像を見せてもらえば？信じられないって言うんならね。確認するに決まってるじゃない。もしかしてハッタリかもしれないし。誰？誰が動画に撮ったなんて嘘をついたの？見せてみなさいよ。ママ友が撮ってくれていた映像を見せると、確かにそこには彩菜と私の姿が。彩菜が私に近づき、髪の毛を引っ張って倒されたところまでバッチリ映っていた。何これ？何って見たらわかるでしょ？あなたがしでかしたことの証拠。これでもう言い逃れはできないでしょ？ちゃんと報告しておいたから安心して。何言ってるわけ？さっきも言ったけど、私の父親はヤクザの組長なの。そんな、警察だってうかつに手を出してきたりなんかしないんだから。たとえ警察署に連れて行かれたって、私が父親の名前を出せばきっと。ああ、違う違う。私が被害届を提出したのは警察じゃないから安心して。え？多分そろそろ到着するはずじゃないかな。さっき保健室から連絡したから、すぐに来てくれるって話だったし、そんなに時間はかからないと思うの。一体誰に連絡したって言うのよ。私の父親。え？父親って、あんた頭おかしいんじゃない？あんたの父親連れてきたところで、私の父親に勝てるわけないでしょ？父親ランクの勝負で言ったら、私にかなう人なんていないんだからね。まあいいや。でも安心した。あんたの父親なら、うちの父親も平気で勝てるわ。じゃあ、私もお父さん呼ぼっかな。あんたも呼んでるんだから、そっちの方がフェアよね。どうぞ、呼べるもんなら呼んでみたら？はん、余裕こいてられるのも、今のうちなんだからね。そう言ってスマホを取り出した彩菜だったが、どうやら父親が出ないらしい。あれ私からの電話ならすぐ出るはずなのに。もうなんでこんな大事な時に電話に出ないわけ？マジで使えないんだけど。あれあれ、どうしちゃったの？来てもらわないとまずいんじゃない？さすがにあなた一人じゃ私のお父さんにはかなわないんじゃない？あ、でも卑怯とかどうとか言わないでね。あなただって呼ぼうとしてるんだから。そうじゃなきゃフェアじゃないでしょ？うるさい！ちょっと、黙っててくれる？そんなこと言ったって、あ、ほら、来たよ。その時、小学校の校庭の前に、黒いセダンが一台止まり、中から黒いスーツの男たちが出てきた。いきなりの登場に怪しんだのか、先生たちが駆け寄ってくる。大丈夫です。怪しいもんじゃありません。今日は孫の運動会でね。うちの娘が怪我をしたっていうもんですから迎えに来たんですよ。何？娘を回収したらすぐに帰りますから安心してください。ちょっと待って、あんたの父親ってあの人？うん、そう、あの人が私の父親。それで後ろにくっついてるのが夫ね。怪我をしたからってああして二人で迎えに来てくれるの、優しいと思わない？いや、そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて、何？あ、もしかして、かっこいいって？ありがとう。そうなんだよね。お父さんも夫もかっこいいでしょ？ほんと昔から、私の自慢のお父さんなの。だから夫も似てる人を選んじゃった。いや、だからそうじゃなくて、あんたの父親って、ヤクザなの？そうだよ。私の父親は、青葉組の組長。そして夫は若頭。別にそんなに驚くことでもないでしょ？あなたの父親もヤクザなんだから。もしかして、自分以外にヤクザの組長が親の人なんているわけないと思ってた？ああ、それだったら残念。私もあなたと同じ側の人間なの。まあでも私は、あなたと違って、父の名前で偉そうにしたりしないけどね。そんなの聞いてない！ヤクザの娘だって知ってたら相手なんかしなかった。あら残念ね。でももう遅いの。私に喧嘩を売った時点であなたの負け。冗談じゃない。あんたなんかの相手なんてしてられるか。逃げようとしたって無駄だよ。この場所に逃げるところなんかないんだから。
案の定彩菜はすぐに私の夫の健太に捕まってしまい、車に押し込まれた。じゃあ先生、私このまま病院に行ってくるので、多分運動会が終わる頃には戻ってこれると思いますので、一応息子の担任の先生に伝え、私も一緒に車に乗り込んだ。話して、一体私をどこに連れて行くつもりなの？こんなことして私のお父さんが黙ってないんだから。どこって、なんとなく予想はついてるんじゃないの？だからそんなに一生懸命になって抵抗してるんでしょ？お父さんが許さないって言うんなら、今から行く場所に呼んだら？そうすれば来てくれるかもしれないし、あなたも助かるかもしれない。さっきからずっと鳴らしてるの。でも全然出なくて。もしかして、あんたら私のお父さんにひどいことを？まさか、急に呼び出してひどいことしたりなんてしないわよ。あなたじゃあるまいし。そんなことを話しているうちに到着したのは、あざみ組の事務所だった。さあ、早く降りてくれる？こんなところでダラダラしてるのももったいないから、あなたも早く終わらせて、学校に戻って娘さんの融資を見たいんでしょ？そうだけど。それから数分後、事務所の扉を大きな音を立てながら、開けて男の人が入ってきた。おい、なんだ？どういうことだ、緊急事態って。どっか別の組が勝ち込みにでも来たのかって。あやな、パパ。入ってきたのはあざみ組組長の板倉で、あやなの父だった。おい、こりゃ一体どういうことだ、なんで俺の娘が正座を。はどうして青葉組がこんなところに。パパ、こいつらひどいんだよ。私のこと連れてきて正座させたの。足が太くなるからって、今まで一回もしたことないのに。ねえパパ、こんな奴ら大したことないよね。ただのヤクザでしょ。パパのあざみ組の足元にも及ばないよね。さっさとどうにかしてよ。おう。何？なんで黙ってるわけ？自分の娘がこんなことになってるのに。パパってそんなに薄情な人だったの？マジで信じらんないんだけど。もういい、とにかく早くこいつらどかせてよ。もう足しびれて耐えられない。悪い、あやな、この人らはパパじゃどうすることもできないんだよ。はあ？何それ、どういうことなの？じゃあパパは私がどうなってもいいわけ？こんなことされてるのに。そうだけど、なんとかしてやりたいのは山々なんだが、この人らは青葉組だ。あやなには悪いが、俺が太刀打ちできる相手じゃねえ。何言ってるの？パパは昔から、あざみが最強だって言ってたじゃない。私はずっとそれを信じてきたのに、今さら嘘でしたってこと？そういうわけじゃない。この辺のヤクザの中なら、あざみは最強だ。じゃあ、こいつらだって一緒でしょ？さっさと片付けてよ。私は今日子供の運動会だったの。こいつらのせいで運動会終わっちゃう。かわいそうだと思うけど、それは私も一緒だから。あなたのせいでこんなことになってるのよ。誰でもない自分のせいでこんな目に遭ってるんだから、少しは反省したらどう？ちなみにうちの娘は何を？あんたんとこの娘さんがうちの娘に怪我をさせたんですわ。そんな子供たちの喧嘩に親が出るなんて子供みたいなと思うかもしれませんがね、そちらの娘さんはどうやら自分の父親はヤクザだから逆らうなって言ったみたいでね。そりゃさすがに親として、いや同じヤクザとしてほっとけないぞってことで。あやな、お前なんてことを。だってしょうがないじゃない。この女が邪魔で娘が見えなかったんだよ。どいてって言葉で言うよりも動いた方が早いじゃない。まあまあ、少しせっかちな娘さんですが仕方ないですよ。そもそもそういう教育方針だったんでしょ。言葉よりも先に体を動かせ、自分が悪くないと思えば謝らなくていい。ねえパパ、こんな奴に言い訳しなくていいでしょ。とにかくさっさとこいつらなんとかしてよ。うちの組員全員連れてくればなんとかなるじゃん。
もう飽きたから、こいつらどうにかしてって言ってるんじゃん。悪いな、あやな。俺にはどうしてやることもできないんだよ。何それ、この役立たず。パパなんかもう知らない。あやな、おいおいお嬢さん、自分の父親のことを役立たずって言うもんじゃないよ。君の父親はこれでもあざみ組の組長として立派にやってきたんだ。この辺で今まで争い事もなく、うちとも円満にやってこられたのは君の父親のおかげだ。それなのに自分の思い通りにならないからって役立たずは言い過ぎだろう。そんなの私には関係ないから、私は今助けてほしいの。それができない人のことを役立たずって呼ばないで、なんて呼ぶの？だとしてもそれはさすがに言い過ぎだな。もう少し言葉を選ぶべきだ。それに今回のこともそうだが、君は父親がヤクザだということを盾にいろいろと悪いことに手を染めているみたいだしな。はあ？何言っちゃってんの？一体私の何を知ってるってわけ？今日、しかもさっき会ったばっかのあんたに何がわかんのよ。まったく、本当に口の利き方というものを知らないんだな。おい、ケンタ、この子に教えてやれ。自分がしたことの罪の重さを。は？罪？何のこと？私は何も悪いことなんかしてないんですけど。いい加減にしろ。いつまでそうやってギャーギャーわめくんだ？本当に自分がしたことを悪いなんて、1ミリも思ってないんだな、お前は。あんた確か、このおばさんの旦那さんだっけ？ねえ、ねえ、自分の女がこんな風に言われてキレてんの？だとしたら、ちょっとだけかわいそうだけど、でも、あんたには関係ないから、あんたがいくら偉そうにしたって、このおばさんがおばさんなことに変わりはないし。お前、少し前まで夜の店で働いてただろ？え？夜の店って言ってるが、簡単に言えばガールズバーだな。その店でほとんどが20代前半なのに、20代後半はお前だけだったからよく覚えてるよ。お前、店で働いてる時に俺のこと見たことないか？ないはず。そうか。まあよく来る客の顔すら覚えられなかったもんな。オーナーの顔なんて覚えてなくても仕方ないか。はあ？あんたがあの店のオーナー？ちょっと、どんな嘘ついてるわけ？あの店は相当レベル高い店だし、女の子のクオリティも接客も最高ランク。オーナーの腕がいいからだって聞いたの。あんたがオーナーなわけないでしょ？今日の態度見てたらわかるよ。あんたにその器はない。それに、あの店で働いてる時に青葉組の名前なんて聞かなかったし、適当なこと言って私をビビらせようとしてる？そんなの無駄だから、さっさと諦めた方がいいと思うよ。パパが太刀打ちできないって言うんなら、私が自分で勝つ。自分でこの状況を何とかするから別にいいし。その店で窃盗事件を起こしたことをもう忘れたのか？え、どうしてそれを？だから俺がオーナーだからって言ってるだろ。それにな、あの店を青葉の名前でやってないのは女の子たちを守るためだ。さすがにヤクザがやってる店ってなると客も入りにくくなるだろ。もしかしたらぼったくられるんじゃねえかって思わせちまうからな。だからそれがわからないように青葉ではいくつもの会社を持ってるんだよ。そしてその会社があの店をやってるってことにしてある。だから働いてる女の子も内勤もあの店がヤクザ関連の店と知らないわけだ。じゃあ本当に？だからさっきから言ってるじゃないか、お前は窃盗をして店を追い出された。違う、私は追い出されてなんかいない。まあそれもそうか、窃盗犯がお前だとバレて店で会議になったんだ。お前はその時も謝ったりしなかったみたいだな。だってみんなロッカーに鍵かけないのが悪いんだもん。確かに鍵をかけないのはそれぞれの落ち度ではある。でもよ、人のもんは盗んじゃいけませんって
習ってこなかったのか？自分が取ったくせに謝りもしないなんて、一体どんな生活を送ってきたんだ？自分がヤクザの娘だからって何をしても許されるって教わって生きてきたのか？お前に財布や私物を盗まれた女の子たちが通報しなくていいと言ったから、お前のことをクビにするだけで済まそうと思ったが、まさか自分から関わってくるとはな。自分はそんな風に教えたことなんてありません。パパ、私のこと裏切るの？黙れ。結局お前は自分がやりたいようにやって追い出されたんだろうが、大体子供だって朝から晩まで母さんに任せっきりで、まともに面倒だって見たことないじゃないか。それなのに運動会ではいい場所で見たいからって人に怪我をさせるなんて、しかも自分がやっておきながら謝りもしなかったんだろう。そんなんだから旦那に逃げられるんだよ。それとこれとは関係ないじゃん。だいたいパパだっていつも私を甘やかしてたでしょ。パパのせいでこんな人間になったのに丸投げしないでくれない？いい加減にしなさい。何でもかんでも人のせいにするんじゃないよ。まったく、君はまだ保護が必要な子供なのか？違うだろう。もう成人してしばらく経つだろうし、小学生の娘さんもいるんだ。それなのに何でもかんでも父親や人のせいにするなんて恥ずかしいと思わないのか？それこそあんたに関係のない話でしょ。今はパパと話してるんだから横から入ってこないでよ。それこそ今までの人生で習ってこなかったの？俺が全く関係のない人間だったらそうだっただろうな。だが俺はヤクザで、お前さんが怪我をさせた人の父親だ。そして怪我をさせた君の父親もヤクザということはどういうことかわかるな？何？どういうこと？それは勘弁してください。娘にはきちんと謝罪をさせます。もちろん病院代だって払うし、ちゃんと人として責任は取りますから。何をそんなに焦る必要があるんだ。ヤクザやってるんだ。それくらいの覚悟がなくてどうする？それとも娘さんに土下座をさせるか？ちゃんと誠心誠意心を込めて謝罪をするのならもう少し考えてやってもいい。わかった。ちゃんと謝る。だから許してね。彩菜は両手を床につけて頭を下げた。しかしそれを見た父と健太は大きな声で笑い出す。まさか本当に謝れば許してもらえると思ってるなんてな。いいか、君はもうとっくの昔に謝って許される次元を越してるんだよ。そんなこともわからず正直に頭を下げるなんて。何それ、謝れば許してくれるって言ったじゃん。嘘だったの？いや、許すなんて一言も言ってないぞ。考えてやってもいいと言ったんだ。よし、じゃあ娘さんも謝ったことだし、しのぎを全部青葉に譲れば許してやる。え、ちょっと待ってください。娘が謝ってなおうちのしのぎを？当たり前だろ。まさか本当に謝って済む問題だと思ったのか？さっきも言ったじゃないか、これはヤクザとヤクザの話だって。まさか謝って済むんだったら俺たちヤクザも警察だっていらないじゃないか。それにうちの娘は怪我をさせられた。しかもうちの店で悪事も働いてる。そんな問題を抱えた人間を許すと思っているのか？確かにそれはそうですが、では娘が謝らなかったらどうなってたんですか？まあそうだな、その時は組を解散してもらっていたかもな。なんてことだ。パパもういいって。とにかくそいつらぶっ飛ばしてよ。もう我慢の限界。まあ待て、じゃあこういうのはどうだ？お前らアザミ組は青葉の傘下になる。もちろん上納金はいただくがな。その場合はお前はまだアザミの組長として頑張れるし、しのぎも継続していい。しかも何かあった時にはうちが助けに行くことだってあるだろう。もちろんその逆もしかりだけどな。悪くない話だ。どうする、アザミの組長さん？パ
パパ、こんな奴らの言うことなんて聞かないで。もし参加になんてなったら、私はこの女の下ってことでしょ？そんなの、ありえない。絶対ありえないから。黙れ。もうこれ以上話をややこしくしないでくれ。そもそもこれは、お前が始めた面倒事だろうが。それなのにどうして俺が、迷惑を被らないといけないんだよ。しかもこの話は提案じゃねえ。一方的な略奪だ。俺らに拒否権はねえんだよ。よくわかってるじゃないか。それならもう答えは決まったな。決まりました。待って、待ってよパパ。俺たちアザミ組は青葉組の傘下に入ります。そんな。よく言った。賢明な判断だな。後のことは追って連絡する。今日はその娘さんとよく話し合うといい。今後の身の振り方についてな。許さない。あんたなんか絶対に許さないから、みんなに言いふらしてやる。桜は組長の娘で、うちから全てを奪ったって。どうぞ好きにしたら。え？仲のいい友達はみんな私がヤクザの娘って知ってるの。それにあなたが何を言ったとしても誰が信じてくれるの？ああ。さようなら、彩菜さん。また学校でね。泣き叫ぶ彩菜を背に、私たちは事務所を出て病院へ。その後、学校に戻ったところ、私の息子が検討書をもらっている場面に間に合うことができたのだった。はあ、この前の運動会は散々だったな。そうだな。俺も結局まともに見ることもできなかったし。でも、私のお友達がビデオを撮っておいてくれて助かっちゃった。本当だな。そういえば、彩菜はどうなった？うん、学校でも孤立気味みたい。もともと相手にされてなかったけど、今は自分から距離を置いているみたいよ。まあ、自業自得ね。そうか。なあ、来年は一緒に運動会見に行こうな。うん、絶対ね。来年こそは一緒に運動会を見に行くと約束し、夜が更けていくのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は梶本飛鳥、42歳。10年前に結婚し、小3と年長の娘2人の母をしている。そんな私には悩んでいることがあった。それは下の娘が通っている幼稚園のママ友のこと。普段から揉め事を起こす彼女だったが、まさかあんなことになるとは思いもしなかった。こんにちは。やっぱり梶本さんがこのカフェを経営してる噂、本当だったんですね。実は私は結婚する前からカフェを経営しているカフェオーナー。隠れ家的な場所で営業しているそのカフェに、下の子と同じ幼稚園に通っている子の母親が突然やってきたのだ。え、どうして?梶本さんがカフェを経営しているっていう噂を耳にして来ちゃいました。なんで教えてくれなかったんですか？梶本さんがカフェを経営しているってこと。彼女が言う通り、私はカフェを経営していることを公にしていなかった。なぜなら、梶本さんのところの娘さんって上は小3ですよね。ってことは、33歳で浮いたんですか？やばいですね。私なんて19で結婚して20で産んだのに、その年まで上残ってたってことですよね。なんかかわいそう。彼女の名前は杉山かなでさん。杉山さんは幼稚園のママの中でも若い方で、そのことを鼻にかけやりたい放題。そんな思ったことを平気で口にする厄介な彼女に、この仕事をしていることを知られたくなかったのだ。私がカフェを経営していることを一体どこで知ったんですか？誰にも話していないのに。SNS で知ったんです。女性がオーナーをやっているカフェがあるって。オーナーの名前を見たら、梶本さんと同姓同名だったので、本当に梶本さん本人なのか、確かめに来たんです。
彼女はいわゆるネット依存症。人と話している時も、子供と遊んでいる時も、いつも片手にスマホを握りしめ、スマホ画面とにらめっこしている。それに私、実はカフェ巡りが趣味なんですよ。だから今日は、梶本さんのカフェを採点してあげようと思って。採点って、じゃあとりあえず、カツサンドと、このエスプレッソってやつお願いできます?杉山さんはそう言うと、カウンター席にドカッと座った。正直、この時点でイラッとはしていたが、彼女も一応店に来てくれたお客さんだ。そんな彼女を追い返すわけにもいかず。お待たせいたしました。エスプレッソとカツサンドです。私は彼女の注文通り、エスプレッソとカツサンドを提供した。いい香り。コーヒーって感じの匂いがする。でもなんかコップ小さくない？こんなに小さいのにこの値段取るんですか？ぼったくり感満載なんだけど。まあいいや、いただきまーす。そうして彼女はエスプレッソをぐびっと一気飲み。すると、なにこれ？まつ！こんな苦いコーヒー飲んだことないんですけど。この前友達に教えてもらったおしゃれなカフェにはこんなものなかった。どれも甘くて美味しかったのに。なぜかエスプレッソを飲んで苦いと大声で大激怒。杉山さん、エスプレッソ飲んだの初めてですか？もちろんコーヒーは飲んだことありますよ。だけどこんな飲めないほど苦いコーヒーなんて飲んだことありません。コーヒーに関しては0点です。カフェなのにコーヒーがまずいなんてありえない。どうやらエスプレッソが何なのかもわからずに注文したらしい。そんな彼女は自分が思っていたコーヒーと違うものを出されたことに相当ご立腹だったらしく、隣で美味しそうにエスプレッソを飲む常連さんに絡み出したのだ。よくこんなまずいコーヒーが飲めますね。ああ、私に言ってるのかな。そうに決まってるでしょ。この店はコーヒーと同じく客の質まで悪いの。ありえないんですけど。ちょっと。だって本当なことじゃないですか。店の場所だって分かりづらいし、店内も薄暗くて狭い。おまけにコーヒーまでまずいだなんて。だから味のわからないお年寄りばかりに人気なんじゃないんですか？私みたいに若い女性は、こんな店のコーヒー飲めたものじゃないですよ。ちゃんとコーヒーの勉強したんですか？私のことだけでなく、店に来てくれているお客さんにまで暴言を吐く始末。そんな状況に、さすがに黙っていられなかった私は、うちの店が気に入らないのなら、帰ってもらって結構です。お代もいりません。本来、苦味やコクを楽しむエスプレッソを飲んで、苦いと言って激怒するなら、あなたには、駅前の甘いコーヒーを提供するチェーン店がお似合いですよ。すると、私の言葉にカチンと来たのだろう。なんですって?子供が通う幼稚園に、ママ友一人作れない引っ込み思案のくせに、私にそんな口の利き方していいと思ってるの？どういう意味ですか？知らないと思うけど、実は私、ヤクザの組長の娘なの。こんな失礼な店、パパに行ったらすぐに跡形もなく消せるんだから。組長の娘？そうよ。今更おじけづいても遅いから。そうだ。パパに言われたくないなら、私にみかじめ料を支払ってよ。私にひどいことを言った慰謝料としてね。みかじめ料だなんて、本気で言ってるの？本気に決まってるでしょ。私をバカにしたそっちが悪いんだから。そうね。最低でも、一日の売り上げの7割を毎日私に払いに来て。7割？もしこれを拒否したら、パパ以外にも幼稚園のママ友にも言いふらしてやる。あんたがやってるカフェは最低な店だってね。そしたらどうなると思う？あんたの娘は幼稚園でひどい目に遭うかもね。あんたが私に逆らったせいで。脅すつもり？いや、別に脅してなんていないですけど。ただ私は真実を話してるだけで、子供の人間関係なんて大人の言葉ですぐに変わるんです。
大人たちがあなたのことを悪く言っていたら、子供も同じようにあなたの娘を攻撃する。いいんですか？そんなひどいことになっても。そうだ。ついでに SNS にも載せちゃおうかな。私の SNS、フォロワー1万人以上いるんです。そこで私が、この店の悪評を広めたら、この店は一体どうなることやら、新しいお客さんは来ないでしょうね。それどころか、今来てる貴重なお客様も失うことになるかもしれませんよ。で、どうするんですか？私にみかじめ料を支払ってなかったことにするか、支払わずに店を畳むことになるか、どっちにします？梶本さん。だからそれは、いいから、黙って売り上げの7割は私に払え。逆らえば、家族全員地獄を見ることになりますよ。いいんですね。なんと彼女は、自分の父親はヤクザの組長と言い出し、自分を傷つけた慰謝料として、売上金のうち7割を毎日支払いに来いと言い出したのだ。さらには止めに入ろうとしていた他のお客さんたちにも同様に、ちょっとあんた、落ち着きなさい。こんなところで暴れたって何にもならない。うるさい。あんた話聞いてなかったの。私のパパはヤクザの組長なの。平和な老後を過ごしたかったら、全員有金私によこしな。そう言い放った。もはやこれは迷惑客を通り越して強盗レベルだ。ちょっと、何黙って睨んでるの？あんたの態度次第で、今すぐパパをここに呼んでもいいんだからね。組長のパパを盾に、やりたい放題の彼女。だけどこの後、私の一言で、彼女は本物の怖さを知ることになる。さっきから黙って聞いてれば、ガキが偉そうに、東京湾に沈められたいのか？テーブルを思い切り叩き、そう怒鳴り散らした私。彼女は一瞬目を丸くして驚いていたが、すぐに平常心に戻り、何を言い出すのかと思ったら、東京湾に沈める？ドラマの見過ぎなんだけど。私が組長の娘だからって対抗しようと思ったんですか？本物のヤクザはそんな臭いセリフ言いませんよ。ええ、本物のヤクザを知ってる物言いをするのね。そりゃうちのパパはヤクザの組長ですから、何度言ったらわかるわけ？おばさんは本当に物覚えが悪いんだから。じゃあそのパパの組は一体どこの組の組長なわけ？あなたが言ってることが本当だったら当然言えるでしょ？なんでそんないきなり強気なの？ほら早く、パパは組長なんでしょ？だから多分白藤組だって言ってた気が。白藤組？それは絶対にありえない。なんでありえないなんて言うわけ？何も知らない一般人のくせに。ドラマの真似だかなんだか知らないけど、寒いんだよバーバー。するとそのやりとりを見ていた常連さんが彼女を静止させようとこう言った。もうその辺でやめておきなさい。彼女が誰だか知らないのか？は？彼女が誰だか？一体何を？本当に知らないでそんな適当なことを言ってたのか？彼女はあんたが言ってた白藤組の組長の奥さんだよ。いわゆる極道の妻ってやつだ。え？ただ極道の妻ってだけじゃない。彼女は昔有名なレディースの総長だったんだ。ここら辺の人でそれを知らない人はいない。あんたよそから移ってきたんだろう。そう、実は私は白藤組の組長の妻、そして元レディースの総長だった。うちの店に来てくれる人はほとんどそのことを知っていて、彼女が白藤組の組長の娘だと名乗った時はみんな呆れた顔をしていた。おかしいな。確かに私には娘が二人いるけど、こんなに常識がなってない娘を産んだ覚えない。一体あんたはいつ私たちの娘になったわけ？それはまさか
うちの旦那の隠し子かなんか？それは困ったな。夫婦の危機になるとは思わなかった。とりあえず確認をしなくちゃいけないな。今すぐここに旦那を呼びつけて、大きな娘がいたかどうか問い詰めないと。違う。何が違うっていうの？パパの組の名前、シュラフジ組じゃなかったかもしれない。似たような名前だったから間違えたのかも。だけどパパが組長だってのは本当だから。そう。じゃあ今すぐパパに連絡して、組の名前聞き出してくれる？なんでそこまで。何？組の名前も聞き出せないほど、親子関係が悪いの？なのにパパに言って吊るしてもらうだなんて言ってたんだ。そんなこと。じゃあやっぱりうちの旦那に。すると、まあいい。まったくバカバカしい。旦那を呼びたいなら勝手に呼べば。こんな茶番に付き合ってる暇は私にはないの。さようなら。二度と来るかこんな店。私の言葉を聞いた彼女は真っ青な顔をして逃げるように店を後にした。まったく困った人。皆さんご迷惑をおかけしてすみません。お詫びに今日のお会計は無料にさせてください。いいのか。あのまま彼女を逃がしちゃって、きっと早く対処しないと面倒なことになるぞ。まあそうでしょうね。でもいいんです。今は好きにさせてあげようと思って。これから彼女には痛い目に遭ってもらいますから。お優しい極道の妻だこと。そしてその日の夜20時頃、私は彼女の家の前に立っていた。組長である夫と共に。しかし彼女は当然そんなことは知らず、はーい、今出まーす。ちょっと待ってくださーい。インターホンが鳴り、笑顔で玄関のドアを開けた。昼間はどうも。なんで？だって、あなたが言ったんでしょ？売上金の7割を払いに来いって。それは、私がそう話すと、彼女は顔面蒼白。まさか本当に、みかじめ料を支払いに、自宅までやってくるとは思っていなかったのだろう。それも、ヤクザの組長だと聞いていた、夫を連れて。話は全部、妻から聞かせてもらったよ。奥さん、ヤクザの組長の娘なんだって。それでなんでうちの妻と無関係のヤクザの組長の娘が、うちの妻のカフェから、みかじめ料を取ろうとしたんだ。いや、私はそんなこと。父親は、どこの組の組長だ。父親の指示か。そんな、ヤクザの関係者名乗ったなら、はっきりしろんごら。てめえがうちの妻から金を脅し取ろうとしたんだろうがよ。ふざけるのもいい加減にしろ、この野郎。本物の怒鳴り声に、彼女は完全に怯えきり、ブルブルと震えながら立ち尽くしていた。すると、一体何の騒ぎだ？玄関先から聞こえてきた夫の怒鳴り声に、部屋の奥から旦那さんが出てきたのだ。助けて！この人たちはヤクザ。私を脅しにここまで来たのよ。早く警察を呼んで。早く。ヤクザ？そう。だから早く。ヤクザが来たと訴える彼女の言葉に当然慌てる旦那さん。そんな旦那さんに私はこう説明をした。彼女が言っていることに私たちは否定しません。しかし、少しお話をさせていただけませんでしょうか。お話？耳を貸さないでいいから。私はお子さんが通っている幼稚園の保護者です。幼稚園の保護者ですか？もしかして、うちの子がお宅の子に何か？いえ、お子さんは何の関係もありません。今回お話をさせていただきたいのは、奥さんのことです。妻が？実は今日、私が経営しているカフェに奥さんが来店してくれたんです。そこまでは良かったのですが、ご自身で注文したエスプレッソが苦いとクレームをつけられたので、私がエスプレッソはそういうものだと指摘すると、自分の父親はヤクザの組長だから、盾をつくと痛い目に遭う、
そうなりたくなければ、みかじめ料として売上金の7割を持ってこいと。しまいには来店している他のお客さんたちにまで金を出せと大暴れされて。違うの聞いて。そういうことじゃなくて、彼女は勘違いしてて、それで。勘違い？あの場には常連さんが数人いたし、今からあなたの言動が私の勘違いだったか、確認の電話を入れましょうか。それは、ちょっと待ってください。岐阜がヤクザの組長？本当に彼女がそう言ったんですか？はい、はっきりそう言っていましたよ。うちのパパはヤクザの組長だから、こんな店はすぐに潰せると。いやいや、うちの岐阜はヤクザではありませんよ。確かに見た目は少しいかつく、そういう雰囲気があるのは否めませんが、岐阜は田舎で野菜を作ってる、至って普通の農家です。代々畑を守ってきましたから、義実家の人間でヤクザになった人は一人もいません。だそうだけど、あなたが言うヤクザの組長のパパは、一体誰のことなの？それは。あっさりと彼女の嘘が暴かれ、そこにいた全員が彼女へと視線を向けた。お前、なんでそんな嘘を？毎月十分なお金を渡してるはずだろう。なのにそんな人様から金を脅し取るような真似を。違うの、聞いて。確かに梶本さんの言う通り、ヤクザを名乗ってお金をよこせとは言った。だけどそれは本当にお金を取ってやろうと思って言ったわけじゃないの。じゃあどういう意味で言ったんだよ。何か理由がないと組長の娘を名乗るだなんて、そんなこと思いつきもしないだろう。彼女が私をバカにしたのよ。コーヒーの美味しさがわからないなら、あなたには駅前のチェーン店がお似合いだって、そんなこと言われて黙って帰れないでしょ。だからお父さんがヤクザの組長だと嘘をついたのか。そう、ただ私をバカにした彼女をちょっと脅かしてやろうと思っただけ。パパがヤクザの組長だって聞いたら謝ってくれると思ったの。じゃあなんでみかじめ料を払えだなんて言ったんだよ。周りのお客さんに金を出すなんて言ったんだよ。謝ってほしいだけならそんなことを言う必要なんてない。おかしいだろ。だからそうじゃなくて、私はお金目当てでそう言ったんじゃなくて、ただ驚かせたくて。彼女は自分はお金が欲しくて脅したわけじゃないと必死に旦那さんに説明していた。だけど私はみかじめ料なんて一般の人が使わない言葉を彼女が当然のように使っていた理由を知っていた。違うでしょ？え？ただ驚かせたかっただけじゃないよね。旦那さんの言う通り、ちょっと脅かしてやろうっていう理由だけじゃここまでのことは普通思いつかないはず。杉山さん、最初から金を脅し取ろうと思って来店したんだよね。そんなこと、私聞いちゃったの。弊社の裏で、杉山さんと鈴野先生が話してる内容を。な、それは今から数ヶ月前のこと。幼稚園へ娘を迎えに行った時だった。ねえ、いつになったら結婚してくれるの？こんな関係いつまでも続けたくない。早く一緒になりたい。わかってるって。だけど幼稚園の先生って、思ってるよりも給料が少ないんだよ。それに俺はまだ入ったばかりだし、結婚するにはもう少しお金が貯まらないと。園舎の裏からそう声が聞こえてきて、私は興味本位で覗いてしまったのだ。そこにいたのは、なんと最近新しく入ってきた鈴野先生と杉山さん。二人は親密そうに体を寄せ合い、さらにこんな話をしていた。どのぐらいお金が貯まれば結婚してくれるの？そうだな。あればあるほどいいけど、最低でも結婚するなら300万ぐらいは必要なんじゃないの？300万か。わかった。私がなんとかする。なんとかって、仕事してないんだろ。専業主婦だって言ってたじゃん。そんなお前が300万なんてどうやって用意するんだよ。実は、私にいい考えがあるの。いい考え？私 SNS で見つけちゃったんだ。
ほらこれ、梶本さんってカフェの経営をしてるらしいんだよね。梶本さんってあの、そう、あの梶本さん。何を考えてるのかわからないぼーっとした人。そのカフェをやってる梶本さんと300万の何が関係あるんだよ。みかじめ料って知ってる？ああ、あのヤクザとかが店の売り上げからいくらかもらう。そうそう、私彼女からみかじめ料を払ってもらおうと思うんだ。ああ、そんなことできるわけないだろう。あの人、ママ友一人も作れないような器用な性格してるから、きっと私が組長の娘だって脅せば払ってくれると思うんだよね。実際 SNS でも同じようなことをして大金を手に入れた人がいるらしいし、あの人相手なら簡単に手に入りそうじゃない？そんなうまくいくのか？万が一警察に通報されたら。大丈夫だって。あの人が娘の友達の母親を警察に差し出すと思う？まあ見てなって。毎月みかじめ料を支払ってもらって300万なんてすぐに貯めるから、そしたらすぐに夫と離婚するから結婚しようね。そう、なんと杉山さんは幼稚園の先生と浮気、そして彼と一緒になるための資金を私から騙し取ろうとしていたのだ。お前浮気してたのか？違う、そんなことしてない。そんなのデタラメに決まってるでしょ。第一、私たちがそんな会話をしてるって証拠も何もないじゃない。ただ聞いたってだけでしょ。彼女は浮気をしていることを完全に否定した。しかし残念、私はこんなこともあろうかと彼らの会話を動画として残しておいたのだ。証拠？それならここにバッチリ残ってるけど。隠し撮りしてたの？最低。何が最低だ。子供が通う幼稚園の先生とこんな、園児が通う園舎の裏で一体どういうつもりなんだお前は。だからこれはもう言い逃れはできないんじゃない？ここまで証拠が出揃ってるんだから。すると私の言葉を聞いた彼女はわなわなと震え、私に向かってこう言い出したのだ。あんただって私のことを言える立場なの？自分だって浮気してるくせに、それもかなり年上の人と。浮気？彼女が？そうですよ旦那さん、彼女はカフェに来てる常連のおじさんと浮気してます。はぁ？だって妙に仲良さそうだったし、奥さんの昔の話まで知ってたんです。彼女が元レディースの総長だって。あの人は地元の人なら周知の事実だって言ってたけど、そんなの嘘に決まってる。浮気してるから知ってるのよ。私の目はごまかせないんだから。すると、何がおかしいんですか？奥さんが浮気してるっていうのに。その常連って白髪混じりのオールバック、眉毛にスリットが入った茶色のスーツを着たおっさんじゃなかったか？え？そうですけど、お知り合いなんですか？お知り合いも何も、それは俺の父親だ。え？お前、俺の知らないところで親父と浮気してたのか。お前は親父のタイプじゃないと思ってたんだがな。冗談やめてよ。お父さんは今日も大好きなエスプレッソを飲みながら娘たちの近況を聞きに来ただけよ。そこに彼女が来て、自分は組長の娘だのなんだのって暴れたの。全組長の前でね。はぁ？実はあの常連さんは私の義父、そして現在夫が組長をしている白藤組の前組長だったのだ。そんな。あの場にいたのはほとんどこっちの世界の人間。あなたが娘の友達の母親じゃなければ、平気でヤクザを名乗ったあなたはあのままどうなっていたことか。その話を聞いた瞬間、彼女は真っ青な顔をして黙っていた。奥さん、もう二度とヤクザを名乗らない方がいい。たとえ自分がヤクザだと言っていなくても、ヤクザと関係があるだなんて恐れ知らずもいいところだ。普通だったら土に埋められるか東京湾にでも沈められてる。
そうなった人を俺は何人も見てるんだ。だけどそうならなかったのは、妻が言う通り奥さんが娘の友達の母親だからだ。脅すわけじゃないが、またこんなことがあったら今度はどうなるかわからない。それに義理と人情に厚く優しいヤクザばかりじゃないしな。子供の友達の母親だからといって容赦しない奴もいる。だから家族や自分のことを思うなら、二度とそんなことを口にするな。彼女は真剣な顔をしてそう伝える夫の言葉に黙ったまま首を縦に振った。それじゃあ、私たちはこれで失礼します。旦那さんもこんな時間に失礼しました。いえ、逆にいろいろとご迷惑をおかけして、そしていい情報をありがとうございました。え？ちょっと待ってよ。まさかこのまま帰る気？え？帰ってほしくないの？さっきはあんなに帰ってほしそうだったのに。だって、こんな状況で夫と二人にされたら、それは私たちには関係ない話でしょ。でも、夫に話をしたのは、確かに話をしたのは私。だけど当事者ではないから、あとは当事者のお二人だけで、じっくり話し合ってください。ちょっと、そんな。そして私たちは、彼女が旦那さんに問い詰められる叫び声を聞きながら、彼女宅を後にした。まさか、ヤクザを名乗って強盗まがいなことをしたのが、浮気相手のためだったとはな。そこまでして、今の幸せな家庭を壊したいかね。さあ、壊れると思ってなかったんじゃない？でもまあ、お前のせいで、今頃あの家庭はめちゃくちゃだろうけどな。だけどそれは私のせいじゃないでしょ。私はただ事実を彼女の旦那さんに伝えただけ。浮気をしてたのは彼女本人なんだから。自業自得よ。お前、今ものすごく悪い顔してるの、自分でわかってるか？俺よりヤクザの組長が似合いそうだ。それからというもの、彼女の姿を見かけることは二度となかった。後日、その理由を彼女の旦那さんから聞くことになった。結局あれからも、彼女は先生との浮気を認めませんでしたよ。だけど相手の先生の方が、あっさりと認めてくれました。きっと若い先生だったから、この状況に耐えられなかったのでしょう。じゃあ彼女は？彼女とは離婚しました。彼女は納得してませんでしたけど、お互いの両親が今回の話を聞いて大激怒。子供の親権は私が持つことになって、彼女は田舎にある実家に帰りました。かなり厳しい義両親なので、きっと今頃後悔していることでしょう。そうだったんですか。それと、もうご存知かもしれませんが、相手の先生は幼稚園を辞めることになったそうです。まあ、当然のことでしょう。園児の親とそういう関係になっていたんですから。結局、彼女は浮気がきっかけで離婚。親権を奪われ、実家に強制送還されたらしい。そして幼稚園の先生は、保護者と浮気をしたということで解雇。他の保護者や園児たちへの影響を考え、理由は明らかにしなかったようだ。その後幼稚園では先生のお別れ会が行われたが、心なしか、保護者に向けた笑顔は引きつったように見えた。こんなことになってしまいましたが、うちは今後も卒園するまで幼稚園を変えるつもりはありません。なので、親子ともども、今後ともよろしくお願いします。ああ、そうそう。それと、旦那さんがヤクザの組長だってことは、誰にも言いませんから、安心してくださいね。それじゃあまた。そう言って、彼は子供の手をつないで、去っていった。それから数週間後、私は幼稚園のママたちに、自分がカフェをやっていることを伝え、ママ友会を開いた。彼女が言っていた通り、私にはママ友と言えるような人が一人もいなかった。それは自分がヤクザの妻だということがネックだったからかもしれない。バレないように一般人として振る舞おうと、そう思っていたから。しかし、
私、梶本さんのことを誤解していたかも。え？実は私たち、杉山さんから言われてたんです。梶本さんは、人と群れるのが嫌いだから、話しかけない方がいいって。確かに梶本さんはクールでかっこよくて、私たちとは違うなって感じてましたから。そんなそんな、クールでかっこよくもないし、毎日娘たちに振り回される普通の母親ですよ。そうみたいですね。今日話してみて、私たちと変わらないって分かりました。それは余計な心配だったようで、すぐに打ち解けることができた。すると、ママ友の一人が、こんなことを言い出したのだ。ところで、その問題の杉山さん、最近見かけませんよね。子供も最近お父さんがお迎えしてるみたいですし。それに、あの若い男の先生が辞めたのもそのくらいじゃなかった？確かに、何か関係あるのかしら。ママ友の間でも噂になりかけているようで、彼女の話題が尽きなかった。梶本さん、何か知ってます？さあ、私は何も。きっと私たちがこんな話をしている間も、彼女はこんなことになるはずじゃなかったと、嘆いているに違いない。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は吉野咲子、30歳のシングルマザーだ。元夫と離婚後、5歳の息子と2人暮らしだった。息子の名前はニジトで、幼稚園に通っている。私は実家の仕事を手伝いながら、ニジトを育てていた。ニジトと散歩中、泥酔したママ友のママチャリが私に激突。晴天の休日でなく、晴天の霹靂である。お母さん、しっかりして。大丈夫？痛いの？すぐに救急車を呼ぶね。117だよね。ニジト、違うから、119番。あのね、117は、時報、痛い。立てない。スマホで、119して。119と、もしもし、大変です。お母さんが、まなみちゃんのママのママチャリに惹かれて。ママ、にじとくんのママが嫌がってる。ママがぶつかったから。どうしよう、おばさん大丈夫？まなみちゃん、おばさん、少し大丈夫じゃないかも。ちょっと富田さん、ひき逃げしないで。生きてるならお家でいいでしょ。まなみ行くよ。ママチャリ乗って。お家で酒飲みたいから。待ってよ。僕のお母さんをママチャリで引いておいて逃げるの？右側から激突しておいて。うるせえ、ガキ。119番通報したなら問題ないでしょ。車で引き逃げじゃあるまいし。大げさ。お母さん、倒れて動けないの。自転車でも引き逃げはダメ。お母さん、僕をかばってこんな目に。だから、右側でトロトロ歩いてた。お前らが悪い。まなみ、ねじとくん親子は放置で帰るよ。早くして。ダメだよ。ねじとくんのママの足、すごく痛そうだよ。悪いの全部ママなんだからダメだよ。まなみちゃんの言う通りです。富田さん、ここに私と、ニジトだけ置いていくのは無責任超えて犯罪。そんだけ喋れるならいいでしょ。命に別状ないよね。責任追及されても面倒なんだけど。ああ、面倒って、僕とお母さんは普通にお散歩してただけ。悪いのはまなみちゃんのママだよね。まあまあ、幼稚園の先生が悪いことしたらごめんなさいって言ったよ。お酒飲んでちゃダメ。痛い。痛い以外の言葉が浮かんでこないけど、5歳の2人が正論、30歳でも子に従って。はぁ？ 5 歳のガキのへりくつなんて知るか。ち、救急車が来やがったよ。くそ、めんどくせえな。にじととまなみちゃんの奮闘で、ひき逃げ事故は免れた。
救急隊は迅速に私を病院まで搬送した。この親子が道の真ん中歩いてたからぶつかったの。自転車で右側走行するはずないじゃん。嘘だ。お医者さん、僕とお母さんは歩道の右を歩いてた。なのに背後からママチャリが来た。このニジトって子は口がうまいんです。母子家庭でしょぼいくせに。嘘ですから真に受けないで。うちをしょぼいって言うな。お母さんは頑張って働いてる。酒飲んでママチャリ漕いでない。ニジトは富田さんと対決していた。まなみちゃんは気まずそうにしている。医者は対応に困惑気味だ。足の靭帯を痛めてますか？治療を受けて少し楽になりました。看護師さん、理事と私の息子は？看護師さんは毅然とした理事との態度に感心。病院側も富田さんの飲酒が原因と判断している。お母さん、大怪我でも生きててよかった。安心したいけど、まなみちゃんのママ許せない。ニジトがとりあえず無事でよかった。二度と歩けない怪我じゃないから、ちょっと怒りを鎮めて。おじいちゃんたち、電話したらすぐ来るって。お仕事も休めるから、安心して入院しなさいって。人生って本当にわからないわ。休日にお散歩してただけなのに、2時間後どうしてこうなる。お酒に酔った友達のママに、お母さんを病院送りにされるなんて、親の離婚よりショックだよ。まあ衝撃度では離婚以上かも。あれは競技離婚だったけど、今回は危うくひき逃げだったから。おじいちゃんが言ってた、事故は後遺症が出ちゃうかもだから、富田さんは警察に相談だって。そうね。これ明らかに富田さんの過失だから、個人的な話し合いで解決させない。示談にしない。あ、お父さんにもお電話したら心配してたよ。電話越しに競馬場の音が丸聞こえだったけど。ごめんね。お父さん決して悪い人じゃない。でもギャンブル依存がひどい。ギャンブル弱いくせに。遊園地代わりに競馬場に連れてくお父さんだからね。僕から見ても絶対負ける馬にかけてる。離婚した元夫の話題で少しニジトの怒りは収まっていた。しかし空気を読まない富田さんが襲来。吉野さん、命に別条ないなら警察はなしで。私ヤクザの妹だし、通報したらもっと大怪我だよ。ねえ、5歳だと言葉が足りないけど言うよ。くたばれクズ、ママのお腹で反省してこい。ニジト、言葉は十分足りてる。お母さんも怒りを直訳するとそんな感じ。ありがとう言ってくれて。はあ？この程度の怪我で何マジになってるの？親子揃って口悪い。最悪なシングルマザーね。あの、最悪で結構なので、離婚した元夫に対してより、手ひどく罵倒した後通報でいいですか？僕のお年玉を競馬に使ったお父さんより最悪だよ。お父さんは少なくとも謝ってくれた。お年玉勝手に使う親父と同類にするな。まなみ、もうニジト君と仲良くしちゃダメ。育ちが悪い。飲酒してママチャリで事故った挙句、息子まで侮辱しないで。富田さんは育ち以前の問題よ。ママ、ニジト君のママに謝ろう。おじさんだって困るよ。お酒飲んでたママが悪いんだから。マナミ、クソ親子の肩持つの？いい？ママのお兄ちゃんは立派なヤクザなの。言うこと聞きなさい。まなみちゃん、苦労してるな。毒とかゴミとかガスとかクズとか軽く超えてママのやらかして。あんなのがママなんて人生ハードモードだよ。僕お父さんにドブカスって言ったのを謝りたい気分。競馬にお年玉を使われてもドブカスはダメよ。ママ友が元夫よりクズだった。俳句ができたわ。お母さん、季節の言葉がない。あと、もはやママ友じゃないから。人の親、引いて反省しないクズ。うまいけど、ニジトも季語が入ってない。まあ、クズに季語入れる必要ないか。季語に失礼になる。なーい、さっきから季語とかクズとか舐めやがって。前からあんたら親子は嫌いだったのよ。ああ、よかった。親子で嫌われてて。ドブカスに好かれる方が嫌だ。嫌いで別に結構コケコッコー。
黙れクソガキ、マジ生意気でムカつく、ぶっ飛ばすぞ。お前も怪我で入院させてやろうか。富田さん、嫌われて結構コケコッコ。お話は警察でします。ヤクザでもヤギ座でも関係なく。弱者が生きっちゃって、お兄ちゃんは大きなヤクザ組織の幹部、母子家庭を火事にしてやる。お酒で脳がやられてます。反省しないどころか脅すって、倫理観が全消滅してますよ。絵本の毒リンゴ作ってるママ母もドン引きする。富田さん見たらママ母も毒リンゴ作るのやめる。ニジとの例えが上手。毒リンゴのママ母もさすがにこれはないわってドン引きで呆れるわね。毒リンゴの人も富田さんとママ友にはならないよ。鏡だってやめとけって忠告すると思う。ママ、絵本の悪者よりダメって言われてる。ニジトくん、おばさん、マナミ毒リンゴのママの方がいいな。マナミ、このクソ親子の言葉に騙されるな。あんたらのせいでマナミが母親を信じなくなった。私とニジトの責任ですか。毒リンゴのママを選択するって相当ですよ。自分を顧みた方が。マナミちゃん、僕は絵本で森に子供捨てるパパを見て思った。このパパよりはお父さんの方がマシ。コンビニのゴミ箱にお家のゴミ捨てるみたいに森に子供捨てるパパはダメ。パパがゴミだよ。影響されるな、マナミ。とにかく700円で示談な。断るなら大組ヤクザの兄呼ぶよ。ゴミが。ゴミには理屈は通じないようですね。ではこっちは大組幹部を全員呼ぶね。間もなく来ますが。はあ？あんたが大組につてがあるわけないでしょ。しょぼいシングルマザーのくせに強がって。お母さんは富田さんほど頭が残念じゃないから嘘でそんなこと言わない。ほら来てくれたよ。病室に父の側近幹部が勢ぞろいした。全員が私を心配している。若頭の畑野が唇を切った。お嬢、ご無事で。虹と坊ちゃんが教えてくれたんです。クズに引かれて意識不明の重体だって。虹と話を持った。足の靭帯を痛めて入院だけど大丈夫。それよりお父さんとお母さんは。組長はお嬢のことで大混乱して葬儀屋に連絡しかけて姉さんに本気でぶん投げられていました。お父さん、警察の件ニジトに伝えてたはず。葬儀屋に連絡するほど混乱してたら無理よ、ニジト。ごめん、警察の話をしたのはおばあちゃん。おじいちゃんは大パニックで先こうって絶叫してた。ニジト、そういう大人を狂わす冗談はダメ。おじいちゃん、おばあちゃんにぶん殴られてるから。組長が姉さんにボコられてるのは日常なので、お嬢が無事で何よりです。で、引いたクズは。畑野や幹部がキョロキョロしている。そんな中で顔面蒼白の富田さんをニジトが指さした。畑野、これ This is a クズ。この人が飲酒してママチャリで引いて平気な顔でいる。おー、ニジト坊ちゃん、もうイングリッシュは。さすが、この女性の形したクズが犯人ですね。何よ、ここにいるの全員大組の幹部クラス。ねえ、お兄ちゃんは？私の兄だって幹部よ。はあ、幹部はこれで全員集合です。あなたのお兄さんなんて知らない。うちの幹部じゃないです。そんなはずない。兄は大組のヤクザで幹部筆頭って自慢してた。どういうこと？嘘だったの？それ 100% 嘘ですよ。若頭は俺なんで。ねえ、そんな大嘘ついたやつはどこのヤクザだ？組員か。うちの組にそんな即バレる嘘を吹かしてるアンポンタンはいない。絶対お父さんが入れない。はい、組長と姉さんがそんなアホアホを迎え入れないです。どんなヤクザ組織だって入れない。まなみちゃんのおじさん、なんでそんなアホな嘘を言ったの？ヤクザでもない人だったの？ニジトくん、ママには内緒っておじさんに言われたんだけど、
おじさんヤクザさんじゃないんだ。やっぱり嘘なの？なら何してる人？なんで大組の偉いヤクザなんて嘘をついたんだろう。まなみもよくわからないけど、おじさんはお金があるお姉さんと暮らしてて働いてないって。それめいっ子に言っちゃうんだ。なら富田さんのお兄さんは大組のヤクザ幹部じゃなくて。そういう人ですね。調子こいて嘘言ったんですよ。そんなアホ男を支えてる女性もいるんだな。僕のお父さんに似てる感じの人だ。お父さん働いてたけど、お金を大馬さんに使ってただけで。収入あっても大馬さんのレースに全額を使ってたから無職と大差ない。家庭より馬を選んでた。クズの話題で大渋滞ですが、富田さん、お嬢の件にお兄さんの嘘の罪が加算されました。そんな、ちょっとお兄ちゃんに連絡。もしもしお兄ちゃん。あれ、嘘でしょ、繋がらない。もも、おじさん遠くに行くって。ママがやらかしてお姉さんに捨てられたって。お金は無理って。そんな大事なことめいっ子に言って失踪。どうするのよ、お兄ちゃん頼りにしてたのに。嘘つき。あのね、ママ、おじさんの銀行口座700円ならあるからあげるって。大組に関わるの嫌だって。頼りの兄が700円だけ残して逃亡。危険を察知できるのだから富田さんよりは賢いらしい。結論的に大組を語ったお兄さんは不問とします。ですが富田さんには事故の賠償を求めます。700円は不要です。治療費と慰謝料を換算するとゼロが足りなすぎます。完全に警察沙汰。夫婦仲で悩んでて飲酒してたの。謝るから警察沙汰にしないで。お金も私じゃ払えないから。富田さん、言い訳とお願いだけしないでよ。ごめんなさいは、ごめんなさいでも許さないけど。理事との言う通り都合良すぎ。謝罪もしない、賠償も社会的制裁も回避するって人生舐めてる。要は強盗してごめんなさい、でも強盗した商品はくださいってお願いしてるのと同じですよね。やめて、夫と不仲なの。こんなことバレたら離婚されて、まなみとも引き離される。家庭が壊れる。あの、バツイチが言うのもですが、旦那さんとまなみちゃんを思うなら家庭ぶっ壊した方が。まなみもママの酔って怒ってる顔見るの嫌だ。パパはママが酔って何かしないか心配してたの。まなみちゃんのパパの悪い予感が的中したね。富田さん、あがいても言い逃れできませんよ。いやよ、ヤクザに脅されたって吹聴してやる。立場が悪くなるのは吉野さんよ。私は無罪。あたの、アニメで見た往生際が悪いってこういうこと？お母さんは怪我してるのに無罪って。往生際が悪いのお手本です。ヤクザでもカニザでも被害者はお嬢ですから、病院が認めている。ここで逃げても富田さんのためにならない。病院が事故はあなたの過失って判断した。認めて。絶対に嫌よ。マナミを連れて逃げてやる。ほら行くよマナミ。病院から逃げるの、ママと一緒に。やだ、おまわりさんに捕まることするママと一緒はやだよ。ママだけ逃げて、パパと暮らす。マナミちゃんの判断力が賢明すぎる。ママと逃げてもろくな結果にならないと分かってるのね。富田さん、言い忘れてましたが、最初に警察とご主人には知らせてます。諦めてくれませんか？はあ、手回しが良すぎない？あんたが大組若頭でもそんな権限はないでしょ。勝手なことを。富田さん、勝手じゃないよ。畑野がお母さんの心配するのは当たり前なんだね、お母さん。うん。富田さん、言いそびれてたけど、私もうすぐ再婚予定なの。相手はこの畑野なんだけど。照れますね、お嬢と結婚なんて。そういうわけで、俺が事故を公にするのは当然なんです。これで分かったでしょ？僕も、畑野が新しいお父さんになるって微妙。実感湧かないけど。ねじとくん、本当のパパが好きなの？
狭間さんが新しいパパになるの嫌？微妙って言ったよね。波多野が嫌いとかじゃないよ。でもね、お母さんの夫になると僕のお父さんになるは違う。ねじとくんの言うこと難しい。まなみ、パパが新しいママ連れてきても前のママよりマシなら嬉しい。まなみ、もう新しいママを視野に入れてるの？悪情ね。まだパパとお別れしてないのに、ひどい。マジで別れる5秒前って感じですか？家庭のことは家庭で、お嬢の事故の件だけ話します。ママチャリ飲酒事故は警察沙汰に。加害者の富田さんは離婚され、まなみちゃんの親権も失った。私の人体をぶっ壊したせいで、家庭もぶっ壊れたのか。旦那さんもきっと相当我慢してたのね。富田さん、もう離婚してますが、彼女のご主人は妻の酒癖とわがままに耐えきれなかったと。治療費と慰謝料請求は元富田さんにしたけど、借金して支払って失踪。波多野は居所わかる？金融機関が把握してます。罰ゲームで高金利な金融を紹介してあげました。完済には時間がかかる。具体的にどれくらいの返済期間が？真面目に働いていれば何年くらいで完済可能か教えて。そうですね、休みなし24時間勤務で返済すれば、まなみちゃんが成人する頃ぐらいかな。それ最短よね。24時間働くのは物理的に無理だから、まなみちゃんの成人には間に合わない。間に合う必要ないです。まなみちゃん、成人する前にママ忘れてますよ。俺なら記憶から消します。そうね、あの子結構割り切るのが迅速だった。病室の段階で新しいママを想定していたくらいに。ご主人は少し落ち着いたら再婚も視野に入れると。まなみちゃんもパパの再婚を嫌がってない。新しいママが元富田さん以上に最悪って確率は低い。まなみちゃん、多少のことは多めに見そう。母親が酩酊状態でママチャリこいで友達の親を引いた姿を5歳で目撃ってすごい悲劇です。さらに謝罪も反省も責任も取らない姿だからね。毒リンゴ作ってるママの方がマシに思える。母親に失望しきってたのですね。虹と坊ちゃんはどうなんだろう。俺が父親は微妙らしいので。遺伝上の父は競馬教、2番目の父がヤクザ、母親の実家がヤクザ組織。虹との人生結構ハードモード。虹と坊ちゃんは聡明だから余計考えちゃいますよね。ちなみにお嬢の元旦那さんのご職業は？公務員。夫婦喧嘩で競馬への投資は公務員として経済に還元してるって開き直られて離婚。その理屈、破綻してるような破綻してないような。でもそのスタンスだと家庭は破綻します。あれを公務員に採用した自治体がおかしい。今も公務員してる。確か生活保護関係の仕事。失礼ですが、そういう人に生活相談をしたくない。お前には言われたくないって叫びそうです。本人が綱渡り状態よ。元富田さんほどじゃないけど最低。二児とも別にお父さん好きじゃない。ああ、複雑ですが、そのお父さんより波多野は嫌だって言われたらショックで立ち直れません。それはないよ。二児とはお父さん夫人なだけ。5歳でそんな不信感を抱かせたのも気の毒だけど。再婚に関しては虹と坊ちゃん反対してないので、時間かかっても父親不信を変えられたらと。そうしてあげて。波多野はいいお父さんになる。虹とも頭では分かってる。あとは気持ちの問題ね。お嬢の口調が客観的ですが、俺が再婚相手で本当にいいんですか？若頭でもヤクザですし。いいに決まってる。実家がヤクザなのに反発して公務員と結婚した結果、取り紙だったから。取り紙、どういう意味ですか？なんかの専門用語ですか？ヤクザでも馴染みがないんですが。競馬用語なのよ。取り紙は馬券が的中したのにマイナスになって損すること。元夫の得意技。勉強になりました。
結婚したらお嬢や虹と坊ちゃんに取り亀判定されないように努力します。そんな肩に力は入れないで、元富田さんを思い出してよ。あそこまで取り紙にはなれない。バツイチだったが、怪我が回復後は肌野と再婚。私と虹との名字は吉野から肌野になった。ねえ肌野、幼稚園のお迎えに高級車で来ないで、普通の軽自動車で来てほしいんだけど。虹と坊ちゃんすみません、まなみちゃんのお迎えをパパから頼まれたので気合い入れてしまって。気合い入れすぎだよ、畑野。幼稚園バスの運転手さんが困ってる。バス置き場に車を止めないで。すみません、運転手さん。車はすぐにどけるので。虹と坊ちゃん、まなみちゃん、ドア開けますね。畑野、今度から気をつけてね。張り切りすぎて、大組の専用車で来ないでね。みんな見てるから。ねえねえ、行ってもいい？にじとくんのパパ。にじとくん、パパと子供だよね。にじとくんの方が偉く見える。結婚したてで親子の距離感がいまいちわかんなくて、俺初婚で子育て経験がないから。にじとくんのママは？今日はお仕事なの？いつもはママが迎えに来るのに、お家にいないの？お母さんは、おじいちゃんとおばあちゃんと温泉施設に行ってる。三人で岩盤浴してくるって。組長も姉さんもお疲れですから。お嬢もフロント企業で働いてるし、リフレッシュしないと。そうなんだ。にじとくんのパパ、にじとくんのママと結婚したのに、お嬢って呼ぶの？お家のルールなの？そういうわけじゃないんだ。結婚したからって、名前って照れくさいじゃん。さきこさんなんて。あたの、倒れたからってハンドルから手を離すな。大事故になるからやめて。名前はいいから。坊ちゃん、申し訳ございません。まなみちゃん、パパが帰ってくるまで、うちで遊ぼう。麻雀教えるよ。あのさ、はたの、子育てが初めてでも、幼稚園児に麻雀を教えるな。二人で動画とか見るからいいよ。ダメです、虹と坊ちゃん。動画をずっと眺めてると目が悪くなります。麻雀の方が目に優しい。そうだけど、目に優しくても5歳に麻雀を教えるのはどうなの？まなみちゃんのパパが嫌がる。パパはお金をかけなければいいって。でもかけるものがないゲームなんて絶対につまんないよ。僕も実はそう思う。はたの、お金だとお母さん怒るから、お菓子をかけて麻雀しよう。100万で勝つ。おーい、そのお菓子が10年後にはお金に変わってそうですが、まあそれはその時で対処です。みじととはたの、再婚した夫は徐々に馴染んできた。まなみちゃんもパパと元気に暮らしている。え、まなみちゃんのパパが再婚？そろそろ小学校に入学だから。はたの、相手ってわかるの？はい、まなみちゃんパパから聞きました。お嬢と同い年の女性です。仕事関係で知り合ったそうで。まあ小学校に入学くらいがちょうどいいのかな。新しいママを迎えてお互いに馴染むには。まなみちゃんがすごく再婚予定の女性に懐いてるみたいで、正式に籍入れたらご挨拶するって。まなみちゃんがそんなに馴染んでるなら優しい女性ね。今度はいいママ友になれたらいいけど。そうそう、元富田さん、借金を踏み倒そうとしたから追われてる。金融の人お金に厳しいから。金融の人だからお金に厳しいのは当然よ。逃げ切れっこないのにコツコツ働いた方が正解。まなみちゃんのパパが逃げてお金の無心に来られたら嫌だってこぼしてた。捕まるだろうけど。再婚が控えてるのにそれは嫌だよね。新しいお相手だっていい気分じゃない。困った人だね。畑野の予想通り、逃げた元富田さんは捕まった。借金加算されるので生活はさらに困窮する。うん、新しいお父さんと仲良くしてるよ。え、取り紙じゃないよ今のとこは。じゃあまたね。にじと、古いお父さんと電話終わった？私としては他人だけど元気だった？自己破産してる？
まだギリギリ大丈夫って。ねえねえ、古いお父さんってお金困った人の相談がお仕事でしょ？そうよ、お前がやるなって感じだけど。それがどうかしたの？古いお父さんが何か言った？古いお父さん、他人がお金なくて困ってるの見てるのは大好きじゃん？面白い人来たって。他人の困窮が飯馬なのも最低だけど、離れて暮らす息子に話すの？困ってる人が来たの。お母さんくらいの女の人がお金なくて借金苦で大変だって。古いお父さん、ワクワクしたって。ワクワクって、ダメでしょ。それだけでも最低なのに、5歳の息子に話すって、ダメ人間だよ。ダメな古いお父さんが言ってた。相談に来た人、ヤクザに事故の因縁つけられて離婚したって。気の毒な人ね。事故って何をしたの？車に傷でもつけたのかな？エンブレムを盗んだのかな？古いお父さん、仕事の話は秘密なのに面白いから教えてくれた。ママチャリで事故ったみたい。え？もしかして、嘘！相談に来た女の人って元富田さん？そんな偶然があるわけないよね。あるみたい。古いお父さんが絶対にこの人だって確定してたもん。笑いこらえるの苦労したって。また富田さんも気の毒に。困窮してても肝心の相談員さんが競馬教よ。取り紙確定じゃない。古いお父さん、関わると面倒だから適当にお話しして返したって。お金絶対あげたくないってさ。借金もあるし、他のお金が出るのかわからないけど、関わらない方が正解。古いお父さん。古いお父さんが言ってた。新しいお父さんを呼び捨てするなって。普通にお父さんと呼べって。元富田さんの末路はともかく、そこは古いお父さんが正しい。畑野ってつい呼んじゃうから。僕、これからは心では畑野でも、口でもお父さんって言うようにする。そろそろ小学生だから。そんな会話をしていたら、畑野、夫が帰ってきた。出迎えたネジトが、最初に笑顔で口を開いた。おかえり、はた、お父さん。今日は幼稚園でお絵描きして、まなみちゃんと絵本読んだ。楽しかった。報告が棒読みですね。お父さん以降、自動音声みたいでした。無理してお父さんなのがバレバレ。だって、気を抜くと肌のって言っちゃうから、小学生になる前にお父さんにアップデートする。スマホの自動更新と全く同じ言い回し。自動でなく手動アップデートしてませんか、ネジトボちゃん。だって僕、スマホじゃないから自動アップデートできない。ハタノはお父さんって頭に叩き込む。何年かかってもいいので、すぐ親だと認められなくて当たり前です。20歳過ぎでも構わない。待って、僕はアップデートに15年かかるほどスペック悪くない。変なこと言うな、お父さん。あら、アップデートが無事完了した。あたの、見た？ネジトのハイスペックさ。処理速度が速い。嬉しいです。俺もネジト坊ちゃんを、坊ちゃんでなく実の息子だって、心から思えるようにします。無理に思わなくていい。親子だって思えたら思えばいいんだ。思えなくても悪いことじゃない。ネジトの言葉って難しいよ。でもそうね、親子って強制的に結ばれるものじゃない。夫婦もそうよ。俺はお嬢や日と坊ちゃんと暮らせて幸せです。3人が同じなら細かいことは気にしません。そうね、形式的な呼び方や振る舞いより家族でいて幸せかが一番重要なのよね。あたの、日と。我が家に序列という概念は定着していない。大組若頭で次期組長の夫の畑野が一番腰が低い。ネジト、今日畑野はおじいちゃんと組の話し合いに出てるのよ。ご飯はお外で食べようか。わかった。お母さん、ファミレス行こう。ハンバーグは食べたい。ジンジャーエール飲んでもいい？いいよ。じゃあ早速行こうか。バイバイ、まなみちゃん。ネジト、まなみちゃんにバイバイしなさい。うん、バイバイ、まなみちゃん。あのね、
ドリンクバーのジンジャーエールとコーラを混ぜると美味しいよ。まなみも今日はパパと新規ママとお食事。新規ママが美味しいレストラン連れて行ってくれる。新規ママって斬新な言葉。まなみちゃんとニジトってすごく馬が合う。小学校でも仲良くしてね。もちろん。でもおばさん、本当にごめんなさい。削除したママが大怪我させてごめんなさい。まなみちゃんのせいじゃないよ。削除は心に刺さる。あまりに気の毒だからその呼び方やめよう。はーい。じゃあ消去したママ、二度と会うことないからこれでいいや。バイバイ、にじとくんとおばさん。バイバイ。お母さん、削除と消去って同じだよね。まなみちゃん、元富田さんを消去してる。すごいね。借金とか離婚とか競馬卿の相談員とか不幸だけど、まなみちゃんから削除されたが一番辛い。僕も古いお父さんを消してはいないよ。いなかったことにされるって一番の罰ゲームかもね。そうね。元富田さんのやれかしが原因だから、悪い行いは巡り巡って自分を不幸にする典型ね。僕、麻雀でイカサマして畑野から500円取った。ごめんなさい、古いお父さんと同じになる。いけないことだけど、多分畑野はわざと騙されてた。でも二度と麻雀でイカサマはしないでね。お金をかけてるのは問題だ。でも虹とは二度としないだろう。実の父というダメの見本がいる。元富田さんのその後は知らない。娘に存在を消されるのは気の毒だが、完全に自業自得である。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は今井智久、32歳のヤクザ。ヤクザ組織に入って1年、遅咲きニューフェイス君である。最終学歴は大学の医学部、医師免許もあるバリバリの医者だった。大学病院クビになるまでは。失業中、若頭の市原さんに出会う。捨てる病院あれば拾うヤクザあり。31歳からのヤクザ生活。今井、お前も組に馴染んできたな。そろそろ組長宅の警備をしてみるか。大切なお仕事だぞ。はい、若頭。いつも気にかけてくれてありがとうございます。嬉しくて心拍数が上昇してます。そう、いつも思うが、お前の発言って独特だよな。俺と初めて会った時も変なこと言ってた。失業して公園のブランコ漕いでたら若頭が声かけてくれた。あの時はありがとうございます。おお、今井はブランコ漕ぎながら言ったんだ。三半規管を刺激して失業の傷を治すって。ブランコって揺られてると脳みそがハイな感じになるんです。子供の頃から大好きでした。失業してる割には楽しそうだったよな。組長宅の警備だが、使用料上に少し気をつけてくれよ。組長のお嬢様ですよね。確か18歳の大学生。すごく残忍で攻撃的な性格なんですか？違う、お嬢は優しい。でも最近元気がない。組長も姉さんも嫌なことでもあったか心配してる。18歳の女性か。カレピッピと喧嘩かな。それともカレピッピができなくて元気ないのかな。お前、カレピッピはやめろ。お嬢は清楚で、間違っても交際中の男性をピッピなんて言わない。はい、では警備しながらしおりお嬢さんの様子に気をつけます。何かあれば若頭にご連絡するので。よろしくな。明日組長夫妻は揃って外出だ。家にはお嬢だけ残る。お前、軽率な発言はするなよ。軽率？すみません、どこからが軽率かわかんなくて。姉さんをシスターって呼んだ件ですか？この星名組の組員で姉さんをシスターなんて呼んだやつお前だけだ。
姉さんだってキョトンだよ。はい、今後発言に注意します。しおりたんにも礼儀正しく接するのでご安心くださいませ、ご主人様。お嬢をしおりたんって呼ぶな。お嬢さんだ。あとメイドさんがいる店の口調はやめろ、怖いから。すいません、元職場の上司がそういうお店が大好きで、萌え萌えキュンってのが口癖でした。わかった、お前警備中は喋るな。元気がないしおりお嬢がさらに元気なくす。普通に警備をしてろ。若頭は俺が元医者と知らない。隠してるわけでなく喋る必要もないので告げるのを忘れてた。市原どこ？私の部屋の前にいる不審者はどなた？警備してる割に怪しい人がいるけど。こんばんは、しおりお嬢さん。俺、今井智久です。組に入って一年の新顔で警備中。家で迷子になって。確かに家は広いけど、大人が迷子なの？警備してる意味がないじゃない。あなた大丈夫？はい、もう夜なんでアドレナリンが爆発して元気です。夜に警備ってすごくワクワクしますね。全然大丈夫じゃないわ。あのね、今井さん、楽しくても迷子じゃ警備の意味が全くないのよ。若頭からしおりお嬢さん、アンニュイだから注意しろって言われて、マジでアンニュイな顔ですね。軽い調子でマジでアンニュイって言わないで。大したことないから、私のことは放っておいて。大した悩みでないなら話してください。陰で友達に SNS で悪口言われたレベルですか？それ学生には深刻な悩みよ。あなたは平気でも、それを苦に学校に来なくなる子いるからね。俺も前の職場で表も裏も関係なくディスられていたんで、陰なんて言われてもダメージないです。ごめん、あなたをディスってた人にも正当な理由がありそう。私、友達関係では悩んでないから。ならやっぱ枯れピッピ関係ですか？ピッピと喧嘩か、ピッピがいない、どっちでお悩みですか？ねえ今井さん、デリカシーって言葉知ってる？仮にも18歳女性に直球で質問する神経が謎よ。ああ、じゃあピッピはいなそうですね。いたら絶対にそういう回答はしない。彼氏ゼロですね。あんたぶっ飛ばしていい？気分が落ちてる女性に無神経すぎる。市原に行って警備外すよ。なんだ、やっぱ残忍で攻撃的な性格だった。ぶっ飛ばすなんて言えるなら十分お元気ですよ。沈んでたけどイライラしてきて仕方ない。なんでこんな人が組に来たのよ。誰よ入れたの。市原さんです、若頭の。話すと長いですが、俺前の職場クビになって公園でスカウトされて。今井さん、クビになった理由を胸に手を当てて考えて。絶対にその性格と口調が原因だから。胸に手なんて当てても脳は機能しません。日常で考え事するとき、そんな動作しないでしょ。ああ、もう、ここもクビにしていいですか？こんなイラッとする組員は初めて。最悪だよ。怒った。清楚な割に切れやすいですね。まあ、32年の人生で清楚な女性なんて皆無だったけど。あんたと話したら聖者だって切れる。32歳相応の対応して。12歳だってもっと思慮深い。12歳、中学受験してバリバリ勉強してました。偏差値無駄に高い学校に合格したんですよ。ダメだ、偏差値は高くても配慮とか欠けてるタイプ。ご両親にどんな教育を受けていたの？俺、乳児の段階で親はお墓だったんで、親戚の誰かが引き取って育ててくれて、大学卒業までは。え？ああ、そう。なんかごめん。私も軽率なこと言っちゃった。ご両親は早くに亡くなってるんだ。乳児を放棄して墓に入るって無責任すぎません？ミルクも小遣いもくれないで墓入るな。無責任で墓の発想は亡き親御さんが浮かばれない。あと、育ててくれた親戚の記憶が雑すぎ。親戚が実の親って思ってた。
寝転んで漫画読んでたら、実は会ってカミングアウトされて。親戚の人タイミングが悪い。漫画読んでる子供に告げる内容、もっと改めて話さない？7歳でした。面倒だから適当に返事して終わりです。とっくに墓場入った連中の話されてもね。連中って言わないで。7歳にしては感受性が雑。親戚っておじさんとか？おじいさんとか？実父の姉の元旦那の家です。おじ夫婦か？他に赤子の譲渡先がなかったみたいで。は？父方のおばさんの元夫？それ厳密には親戚じゃなくて他人だよ。譲渡先って言葉やめて。でもまあ育ての親はいい人ですよ。ババアの料理がまずかったくらいで優しい親戚です。育ての親をババアって言うな。漫画読んでる子供に真実を告げる義父母も大概だけど。そうは言っても悲劇なんて時間が経てば笑い話です。別に漫画のネタと大差ないですって。割り切るのうまいね。そうだよね。悲しいことも時間が過ぎれば辛くなくなるよね。テストで0点でも爆笑できる人もいれば、80点でビルから身投げの人もいるって話です。それは爆笑してる人も身投げの人も等しくやばいよ。今井さんの例え話が極端すぎる。0点も80点も取ったことないんで、100点取るのが普通だったんで、覚えれば簡単です。すごいけど倫理観は0点以下のマイナスだよ。でも話してて少し気分が軽くなったかな。元気出ました？よかった。俺大抵は人を怒らせるので、昔元職場の同僚に闇討ちされたりして。そう、同僚さんの気持ちもわかるけど、今井さんと話せて暗い気分がちょっと楽になったよ。しおりお嬢さんは微笑んだが、口を押さえ倒れてしまった。タイミングよく若頭の市原さんが通った。お嬢、どうしました？しっかり。おい今井、ボケっとしてないで医者を連れてこい、早く。じゃあ俺が見ますよ。心肺機能に異常はなし。意識ないと。これは、ああ、わかった。お前、ふざけてないで医者。怒るからな。お嬢の一大事だぞ。ふざけんのも大概にしろ。呼ばなくていいですよ。俺、医師免許あるんで。あと、お嬢は病気じゃない。これ、絶対に妊娠なので。ん？マジか。嘘だったら、茶化で撃つぞ。お前、医者、お嬢は妊娠。どっちに驚けばいいんだ。驚く暇あったら、お嬢を早くベッドに。詳しいことは産婦人科に行かないとだ。妊娠3ヶ月か？今井でもここまで不謹慎な冗談は言わないよな。とりあえずお嬢を部屋に運ぼう。丁重にな。意識をなくしたしおりお嬢さんをベッドに運んだ。この件はしばし他言無用。組長夫妻にも内密だ。お前の元同僚の病院、産婦人科の医者なのか、大学の医学部の同期か、限りなく怖いんだが。大丈夫ですよ。神崎は超優秀な医者です。親の産婦人科を引き継いでます。女性の医師ですよ。おお、ジョイさんか。今井と知り合いなら診察を受ける価値はありそうだ。お嬢どうします？もうここまで来たらごまかせない。両親に言う前に病院行ってみる。今井さんの知り合いなら。安心してください。神崎は優しいです。俺に切れたことも3回くらいなので、いいやつですよ。おお、お前に対して3回しか怒らないってすごいな。信用できる気がする。神崎って先生は。連絡したらすぐ連れてこいって。車なら近いので行きましょう。母体の健康状態が気になるし。ありがとう。どうしていいかわからなくて悩んでた。悩んでも悪い方向に行くってわかるのに。昨夜見た限りでは母子ともに異常はない。過度のストレスで体調崩したんですかね。大丈夫です。過度のストレス？昨日の限りでは今井さんとの会話がそれに該当するけど、まあいいや。
組長夫妻の目を盗んで3人で病院へ。俺の医学部時代の友達、神崎瑠璃の産婦人科へ向かった。はーい、星名しおりさん。院長の神崎です。今井の医学部時代の友達よ。よろしくね。まずリラックスして。よろしくお願いします。倒れたのは昨夜が初めてで、今井さんと話してる途中で気分が。今井と話すと大抵の人は胸くそ悪くなるから正常。妊娠3ヶ月ってとこね。母子ともに健康。どうすればいいでしょうか。親に言ったらどうなるか。どうすればいいのか、私は。それはしおりさんの選択次第。医者でも方向性を指図はできない。お腹の子は3ヶ月。選ぶなら今よ。わからない。先生、どっちにしても赤ちゃんは不幸です。お父さんはいないから。逃げたから。18歳よね。きついこと言うよ。赤ちゃんは確かに不幸。こんな主体性ない小娘が母親じゃ。神崎、相変わらずきついな。18歳で妊娠じゃ混乱するのは当たり前。すぐ毅然とはできないよ。今井にしては正論ね。でも現実問題、うじうじ悩んでる間にお腹は膨らむ。そうでしょ、しおりさん。組長、お嬢の親御さんに告げるにしても相手を問われます。無論責任も問われます。そこはご家庭で相談して。産婦人科は口出し無用。今井、黙ってるけど知ってるんでしょ？やっぱ気づいてた？さすが神崎。でもさ、見当つくけど、しおりお嬢さんの許可なく口外できない。今井さんが気づいてる？そんなはずない。誰にも話してないもの。その、相手以外は絶対。間違ってたらごめんね。俺、警備で迷子してたろ。お嬢の部屋の前にいた。ドア越しで聞こえた。本当か？もしかして、スマホで通話していたのを偶然聞いたのか？お嬢の部屋のドアの前で。はい。名前は伏せますが、大学の先輩でしょ。学部は法学部。年齢は21歳。サークルで知り合った。嘘、なんでわかるの？通話なんてしてない。今井さん、昨日が警備初めてだよね。どうして？やっぱ当たりか。釜かけ。お嬢を運ぶとき、部屋にスマホがあった。ロックは厳重にかけないと。私の先輩への LINE を見たんだ。ロックはかけてた。外れるのは変だよ。見れるはずないから。しおりお嬢さん、自白してると同じだ。医者を侮るな。部屋を少し見ればわかる。スマホを見なくても。部屋の机に先輩からもらったプレゼントがあった。メッセージカードを出したままだった。法学部にしちゃ先輩アホだね。あれじゃ司法試験は100回受けてもダメだな。文章でわかる。お嬢、今井の推測する法学部の先輩とやらがお相手ですか？そいつ今どこにいるんです？大学を辞めて実家に逃げた。僕は関係ないって。地元で別の大学に編入するって。捨てられた。妊娠と同時にヤクザの娘って告げたら逃げたんだね。法律を学んでるにしてはアホだ。アホで済ませられる問題じゃない。お嬢、そいつの実家はどこです？追手を放ちます。はい、そこまで。追手がアホを仕留めても得るものは何もない。そんなことも理解できないの？だよね。アホは父親にもならないし、命を奪っても何の価値もない。むしろお腹の子に不利益だ。だがな、お嬢を捨てて何食わぬ顔で逃げたんだぞ。組長だって知ったら黙ってない。重罪だ。母親の周囲の人間の恨みで父親を奪われる。それは生まれてくる子供に幸福を与えますか？今井、そんなオブラートに包んだようなセリフはらしくない。率直に言ってあげれば、ヤクザさんに。へえ、俺から言わせると、そんな無責任なアホはろくな父親にならない。気にする価値もない。以上。私も同意見かな。
逃げてる時点で誠意のかけらもないよ。漏れなくアホ。大切なのはお腹の子。この件はお嬢の気持ちに任せます。報復をしたくないなら、俺も組長を説得する。若頭ですから。ありがとう。子供は私が育てる。相手は不誠実だけど、不問にする。子供の幸せを最優先で考える。はい。じゃあこの件は解決。ご両親には私からもお話しする。決めたなら全力でサポートするから。よろしくお願いします、神崎先生。親は怒ると思うけど、全力で説得する。私お母さんになるから。はい。母子ともに健康なら帰りましょう。神崎、次いつ病院来ればいい？診察日を教えて。待て、お嬢のことで頭いっぱいだったが聞いていいか。今井はなんで医者を辞めたんだ？それ聞いちゃう？別に大した理由はないですよ。医療事故とか誤診もやらかしてない。でもそれならなんで？今井さんは相当ずれてるけど、医者として間違ったことは言ってない。今井が大学病院を追われたのは自業自得でもあるの。今井は医学部時代から優秀だったけど。自業自得。俺が知る限り、今井は頭のネジぶっ飛んでるが悪い人間ではない。何が理由で？その頭のネジ問題よ。今井は医者として優秀なのは私も認める。でも性格が自由すぎた。いろいろと。はあ、否定はできませんが、そんなにダメでしたか？病院を追い出されるレベルに問題が。医学部の知り合いから聞かされた。今井は言っちゃいけない言葉を一番最悪な人物に言った。最悪な人物。言ってはいけない言葉。今井は患者を不安にさせるようなことを言ったのか。ああ、患者さんがいて、癌細胞が五臓六腑に転移しまくり。でも治りたかった。家族がいたから。ああ、その先は容易に想像がつく。お前無理とか言ったんだろ。助かりませんとか、絶望的な。そんなことを口が裂けても言いません。治せない病気は存在しない。難病だから無理は怠慢です。それならどうして？お医者さんとしてすごく誠実な態度だと思う。何も悪くないじゃない。癌細胞が転移していた患者さんを、大学病院は見限った。治る見込みのない人は邪魔だからと。白状だが、大学病院側も治せる患者が優先か。それだと今井がクビになる理由がないだろう。治療不可能と判断された患者に俺言ったんです。亡くなったら解剖してもいいですかって。はあ、それは助かりませんより一番口にしてはダメな言葉では。どういう思考でそうなる？現在の医学では治療の方法がない。だから解剖したかった。今は無理でも次に希望が託せる。今井の医者としての理屈ではそうだ。だが患者の気持ちは違う。自分は助からないんだから。いえ、患者さんは納得してました。怒り狂ったのは患者さんの親です。娘を生贄にする気かと。その患者さんの親は政財界の重鎮。娘を解剖とは何事かと大激怒。これが今井を追い詰めたの。大学病院は治療を放棄していたのに嘘を言った。問題は全て俺にあるってことで収めたんです。病院としても優秀なくせに変わり者な今井を追い出したかった。解剖の件は口実に過ぎない。それは今井の問題か、病院側の保身か、患者の親の怒りか、何が悪かったとは言いづらい。例の患者さんは緩和ケアの末、亡くなった。遺言に自分の遺体を解剖してくれとはあったそうで。なら今井さんの気持ちは患者さんに届いていた。他人が何を言っても追い出すのはひどいよ。世の中簡単にはいかないです。亡くなった患者の遺族は解剖に大反対した。遺言は無視された。患者の親は政財界の大物。娘を解剖なんてプライド的に許せなかった。親心って気持ちとは別。まあそれが引き金となって
大学病院はクビに、政財界を病院も敵に回したくないですからね。話は今井の自業自得とも取れる。しかし病院側の保身もあった。悲しいのは亡くなった患者だ。うん、患者さん、自分が亡くなった後の未来を今井さんに託していたのに医師を無視されたのね。医学は患者の犠牲で成り立ってる。いくら体裁を守ってもそれは事実です。残酷な話ですが。私も医者です。今井の気持ちは理解する。治療が困難な病を困難で終わらせたくない。医者なら。神崎、医者なら苦しむ人を救いたいのは当然。でも俺、患者や遺族の心をまるで読んでなかった。今井、お前は他人の気持ちをないがしろには絶対にしていない。現にお嬢とお腹の子を助けてくれた。市原の言う通りだよ。私、今井さんと話せなかったらどうなっていたか。途方に暮れてた。今井、ようやく理解ある人たちと巡り合ったね。医者を辞めて生きてるか心配だったけど。ありがとう。俺を心配してくれるやつなんて神崎ぐらい。病院辞めるとき仏花を看護師さんがくれた。葬儀の花。今井、どんだけ嫌われていたんだ。その看護師さんもすごいな。そこまでするか。花束くれるだけで嬉しいです。教授陣が節分みたいに塩をまいてた。豆まきよろしくな感じですよ。花束も塩もひどい。そんな仕打ちを受けてよく笑顔だったね。私なら絶対に立ち直れない。しおりさん、今井は悪いやつじゃないし、むしろいいやつよ。でもまともな神経してないのは事実。上司の若林教授、メイドが大好きな。あの人だけは最後に萌え萌えキュンって言ってくれた。ええ、病院折れる部下への別れが萌え萌えキュン。その教授も決して普通じゃないだろう。大学病院の教授がメイドさん大好きって、まあ思考は自由だけど、すごいお医者さんがいるね。若林教授は病院のナース服を全部メイド服にする野望がある。先生をご主人様に変更するって。おい、今井の前にそのメイド大好き教授を追い出せ。大学病院を私物化してるだろ教授。若林教授は名医ですから。手術で嫉妬をする時の口癖がメスくれにゃん、縫合するにゃんです。麻酔で患者さんの意識がないからって。いやだ、手術中に医者がそんなこと言ってたら怖い。若林教授って優しいですよ。病院の食堂でオムライス食べてたらケチャップかけてくれて。今井、それ以上は言わないで。キモい。しおりさんの母体に悪影響だとダメだから。次の診療だけど。最後はメイド大好き若林教授の話題で終わった。しおりお嬢さんは決意をして妊娠を親に告げた。今井、組長と姉さん、お嬢の気持ちを尊重した。相手のことは咎めない、報復はしないと宣言した。そうですか。しおりお嬢さんは素敵なご両親をお持ちです。大学は休学ですよね。体が心配なので。ああ、出産して母子ともに落ち着くまで休ませる。赤ちゃんの性別ってどれくらいでわかる？ざっと妊娠して14週かな。早いと12から13週です。もうすぐわかります。男児か女児か。そうか。あのさ、組長とも話したんだが、今井のこと。お前はお嬢の命の恩人だ。感謝してる。大げさです。俺は偶然居合わせたに過ぎない。お腹の子を守る選択をしたのはしおりお嬢さんです。組長はお前の迅速な処置に感謝してる。優れた医者をヤクザにしておくのは惜しいと仰せだ。そんな感謝されても。優れてるか知りませんが、俺程度の医者なんて世にたくさんいますよ。医者の実力はわからん。だが若頭としてわかることはある。今井は医者として復帰するべきだ。へえ、でも大学病院を追われて別の病院も無理ですよ。医者と病院は縦と横のつながりが存在する。神崎先生の話を聞いた限り、
お前は臨床医に向かない。病理学や研究の場で活躍する道がある。それ上司の若林教授にも言われてました。研究所を紹介するという申し出もありました。あのメイドさんの医者か。割と優しい先生だな。多分変わり者同士の波長があったんだな。俺メイドさんが特に好きじゃないです。研究機関を紹介してくれたんですが全部断りました。なんで？おとなしく教授が推薦した研究所に移れば医者でいられた。全部辞退ってなぜ？教授の気持ちは嬉しかったです。でも医者として患者と向き合いたかった。寄り添いたかった。そこまで臨床にこだわる理由があるのか。その志は医者として立派だとは思うが、なんで？こだわりまではいきません。お嬢には話しましたが、両親は俺が赤ちゃんの頃亡くなりました。そうだったのか。失礼だが、ご両親はどうして？揃って急性って事故か何かか。気の毒だな。義父母が7歳の頃教えてくれた。実母は俺を産んだ後病気になった。治療不可能と診断された。それはまた不運だな。赤ちゃんがいるのに余命が短いなんて。ご両親は心底絶望しただろう。ええ、実の両親は絶望のあまり、俺を置いて二人であの世に行ってしまった。夫婦だけで命を。苦悩した結果、そういう選択を夫婦でしてしまったのか。赤ちゃんだった今井を置いていった。はい、でも話に続きがあります。実の母は誤診だった。本当は治療可能だったんです。闘病すれば。なんだと？それは誤診した医者がお前の親の命を奪ったも同然。希望も何もかも奪った。でも誤診した医者を恨む気にはなれなかった。そんな絶望を味わう人を減らしたいと思った。だから医者でも臨床医にこだわったのか。誤解されても今井には真摯な姿勢があったんだな。患者を救えないこともある。でも救えなかった患者の命のバトンを次につなげる。それだけです。それだけを貫くのは並大抵の心では務まらない。周囲から誤解もされる。今井は立派だよ。臨床が無理なら医者には戻りません。ヤクザとして頑張ります。若頭、ありがとうございます。その後組長から直々に打診があった。しおりお嬢さんの健康管理のほか、組織の主治医を任される。ふん、よかったじゃない。晴れて医者に復帰。今井が医療現場から去るのは大きな損失だったからね。ヤクザのお医者さんだけどね、みんな驚愕した。俺が元医者って事実に無免許を疑われた。今井は医学部首席って華々しい経歴なのに。ウケる。ヤクザさんらにも信用されてない。神崎、首席でもビリでも医者は同じだ。重要なのは患者と病気に向き合う姿勢だよ。学力の前に。現実は学力も技術も志も底辺な医者が大病院をかっ歩してる。偏差値とプライドだけ高い。そんな医者ばかりでもないよ。メイド大好きな若林教授は多くの患者を救ってる。すごい人だ。否定はしないけど、あのおっさん、私が研修医の時にメイド服をくれた。拳でボコったよ。あはは、神崎は美人で評判だったから、ヤクザの医者になったこと連絡したらお祝いしてくれた。若林教授？愛弟子が病院辞めてヤクザ組織に入ってもお祝いって、相変わらずブレてないな。でさ、しおりお嬢さんのこと話したら、出産祝いにメイド服を送ってきた。しおりたんにプレゼントって。マジ？若林教授らしい気持ち悪さ。見ず知らずの18歳女子をしおりたんか。さすがに怒られない？まあ今井の恩師だから仕方ないってみんな諦めてる。お腹の子も元気だしね。楽しみだな。しおりさんのことしっかり見守ってね。お腹の子の性別は誕生までお楽しみ。私は知ってるけどね。知ってるけどネタバレになるから黙ってる。男の子、逆子じゃない。
へその緒も巻きついてない。余裕でネタバレしたね、今井。医大生の頃、私が読んでた推理小説の犯人をばらしやがったな。根に持ってた。犯人は屋敷のお嬢様だった。でもお嬢様はフェイクで、実は男性だったオチ。今井、あれ私は最初の1ページを読んでたんだよ。冒頭でばらすか？下巻まで買った意味。ごめん、書店でパラパラって読んでたらトリックと犯人が分かって嬉しくて言っちゃったんだ。あの時さ、私本の角で今井をぶん殴ったよ。激怒して本を武器にしたのは今井が初めてだよ。ちょっと痛かったな。神崎が一番キレたのってあの時だったね。あとの2回は普通キレ。いや、あとの2回も命奪う勢いでキレたよ。当直中の今井を闇討ちしたの忘れた？本気だった。神崎以外にも闇討ちが多くて、全員を把握してない。レントゲン技師が襲ってきた時もあった。医者がどう行動したらレントゲン医師に闇討ちされるの？今井、ヤクザ組織に入って正解。そうだね。病院での闇討ち対策の経験があったから、ヤクザにも馴染めた。何事も経験は大切だ。はーい、世間話なら帰って。しおりさん、くれぐれも気をつけてね。予定日までは時間あるけど、健康管理。医者としてヤクザの相手をする。俺もヤクザだけど、後方支援が増えた。健康診断も行っている。今井、この頃すぐ微熱が出てたな。お嬢の予定日もあるから、風邪だと移しそうで心配だ。はいはい、じゃあ補聴器当てます。喉も特に炎症ないですね。風邪じゃない、原因は不明です。おい、原因が不明は一番怖い。風邪じゃないなら何？結核じゃねえよな。真面目に診断しろ。真面目です。結核かな。新型の風邪か、意味不明ウイルスかな。試しに注射言っときますか。お前、原因も曖昧なのにお試しで注射するな。病状が不明なら別の病院を紹介してくれ。ああ、じゃあ神崎に見てもらいます。彼女ならもっと細かく診察するんで。それか若林教授か。神崎先生はお嬢の出産を任せてる。消去法でお前のメイドさん大好き恩師しかいねえのか。多分若頭は過労とかだと思うんですが、念のため教授に連絡します。喜んで手術してくれます。いやだ、もう今井の医療関係者で普通なのは神崎先生だけ。あ、でも偉い教授先生なら安心かも。もしもし、お帰りなさいませ。ご主人様。教授、今井です。若頭なんですが。はい、はいはい、では。え、電話での挨拶はもう追求しない。若林先生は何て言ったんだ。連絡が簡潔すぎだろう。はい、若林教授がこれからメイドさんの店に往診だから野郎は来るなって。明日以降ですね。若頭の市原さんは予想通り軽度の過労だった。薬を何本か点滴したら完治したので問題ない。しおりお嬢さんは数ヶ月後元気な男の子を産んだ。幸い孫の誕生を組長夫妻は泣いて喜んでいた。俺は星名組の専属医として生きていく。神崎には今度は闇討ちされるなと笑われてしまった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は後藤仁、22歳、属性はぼっち。ヤクザの子供だからぼっちとか環境の問題ではない。内気でネガティブ思考、学校では存在が空気で誰もヤクザの子供だと気づいてくれなかった。ぼっちな俺にも幼馴染がいる。ヤクザのイジチフタバ、1歳年長で俺の友達でなくお目付け役だ。おい、ひとし、お前の親父殿からの命令だ。傘下の組の視察に行く。早く支度をしろ。俺を待たせるな。
双葉、俺行きたくない。傘下の組って M 組だろ。あの組って怖そうなおじさん多いじゃん。ヤクザなんだから怖そうなおじさん多くて当然。お前みたいな22歳ヘタレの方が珍しい。ヘタレって分かってるなら双葉だけで行って。俺部屋から出たくない。視察なんて行くの嫌だ。いいとし、10秒時間をやる。俺と視察に行くか、俺にボコられるかの二択。はい、やるべ。10、9、8、7。待って、双葉。ボコる気満々じゃん。行くよ、M 組の視察に。怖いから話は全部双葉がしてね。ヤクザでも俺は役立たず。双葉に脅されないと何もできない。殴られたくないので視察に行く。怖い怖い怖い。 M 組のビルからして怖い。絶対に怖いおじさんが出てきて。チャカでズドンだ。俺の背中に隠れるな。お化け屋敷が怖いガキか。あと10秒ってせかしたけど着替えろよ。え、ジャージってダメ？一番心が安心するんだ。ほら、高校時代のジャージ、双葉と同じ高校のやつ。本家からの視察なのに高校のジャージで来るな。着替えてる時間ないから事務所に入るぞ。事務所に入った。予想通り怖そうなおじさん方が睨んでくる。30歳くらいの男が鼻で笑った。おやおや、坊やたちは何か用かな。うちに面接？それとも肝試しにでも来たのかよ。ああ、あの、俺は本家、怖い。トイレ貸してほしくて、ヨーグルト飲んじゃって、お腹が。ああ、トイレならそこを曲がってすぐだ。なんだよ、コンビニ感覚でトイレ借りに来んな。双葉、俺ちょっとトイレ。ありがとうございます。緊張してお腹が痛くなって、行ってきます。あの野郎、逃げやがって。ヤクザの事務所のトイレを借りる方が怖いだろ、普通は。ジャージの仲間、お前ら何者だ。今日は本家会長のご子息が来るんだ。邪魔だから帰れ。はい、大変申し上げにくいのですが、本家のご子息はちょっと今いなくて、俺は代役です。なんだ、ジャージは本家末端で、お前は先輩か？先輩なら指導しろ、後輩のジャージ姿を。名前は？申し遅れました。俺はイジジです。トイレ行ったジャージが後藤。後輩が来て早々失礼しました。俺は M 組の佐藤だ。組長と若頭は本家のご子息を迎える支度をしてる。伊地知さん、ずいぶん若いな。23歳です。トイレのジャージが22歳。つかあいつトイレ長いな。おい、さっさと出てこい。さすが本家のヤクザさん。容赦なく後輩の便所をせかす。若いのに後輩に対して厳しいな。双葉、このトイレウォシュレットがない。トイレットペーパーもなくなりそう。紙ちょうだい。あ、双葉だ。後輩、3をつけろよ、このジャージ野郎が。ほら、トイレットペーパー投げるぞ。助かった、ありがとうございます双葉様。トイレの紙のスペアがないなんてケチかよ。あ、おいジャージ野郎、本家でも末端の分際でうちの事務所にケチつけんのか。しばくぞ。失礼しました。後で俺が閉めとくので。佐藤さん、トイレのジャージが出てきたらお話があります。伊地知さん、茶でも飲みます？あんな奴が後輩じゃ苦労しますね。本家でも大変だ。ご子息は？もうすぐ来ますから。すみませんね。若造の俺にお茶なんて。ジャージには水道水でいいですから。あんた、ご子息の代役だけあって堂々としてるな。後から来る本家のご子息はどんな人なんだ？
若いですが、すでに大物ヤクザの風格です。カリスマ性が桁違いです。会長の自慢の息子ですよ。やっぱりそうか。俺みたいな末端が本家のご子息の顔を見られるなんて、柄にもなく緊張する。そんなに緊張なさらず。あ、ひとし、お前おっせえよ。佐藤さん、ご丁寧に飲み物まで用意してくれた。それは恐縮でございます。双葉は玉露を飲んでるけど、俺の目の前に出されたの水なんだが。佐藤さんが用意してくれたもんに文句を言うな。礼儀正しく水道水を飲め。本家のヤクザなら。はい、いただきます。ああ、いい水道水ですね。カルキの風味が絶品です。学校の水道水そのまま。水、おかわりするか？ん？このジャージって S 高校のか？あそこって結構有名な進学校だよな。え？はあ、まあ、そうですね。双葉、伊地知様も同じ高校です。双葉様の方が一年先輩ですが。後藤だったか？陰キャそうだが頭はいいんだな。伊地知さんは高校の先輩か。何つながりだ？え、あの、何つながりと言われても、簡潔に言うと王様と奴隷です。双葉が絶対的王者でした。つまりパシリだったんだな。伊地知さんすげえな。でもこんなジャージがよくヤクザになれたな。後藤は豆腐メンタルで、大学の就活を失敗して絶望していたので、見かねてヤクザにしたんです。失礼だが、役に立つのか？この豆腐メンタル。玉よけにもならねえだろう。よく本家が採用したな。ご指摘通り、本家のお荷物です。高校でも大学でもぼっちで、ヤクザになっても双葉しかいない。ああ、もう、ネガティブなオーラがすげえ。こりゃ、どんな会社も面接で落ちるわな。うちも不採用だ。はい、おっしゃる通りです。採用試験も学科は通るんですが、面接は一時で不合格。お祈りメールばかりで。おい、M 組の佐藤さんとお話ししてんのに、暗い顔するな。そろそろ本題に移れよ、このカス。伊地知さん、あんた鬼か？俺も暗くて嫌だなって思ったが、さすがにカスって口には出せねえ。気にしないでください。後藤のネガティブな話題はうざい。会長が上納金の件を任せたので。え？そりゃ、俺だと話にならねえよ。そういう話題は本家とうちの組長や若頭が相談しないと。無茶言ってすみません。本家会長が後藤に任せたんです。玉砕覚悟で。M 組の組長と話せって。ふたば？そんなこと言われてないよ。嘘です。お話はふたば、伊地知が進めるって。はあ？ひとし。この会長命令を失敗すればお前は破門だ。見届けてやるから、玉砕してこい。腹決めろ。鬼だ。伊地知さん、ご子息の代役だろ？こういう大事な話は少なくともご子息が到着して。そのご子息が役立たずなジャージに最後のチャンスを与えたんです。先に概要を話すようにと。マジか。本家もむちゃくちゃだな。傘下の組に高校のジャージで話しに来るような奴に任せるなんて。あの、もう自信がないので帰ります。メンタルのライフはゼロ。組長さん方によろしく伝えて。おい、お前もヤクザなら任された仕事を全うしろ。先輩どころか本家に泥を塗る行為だぞ。泥でもペンキでも塗っていいです。生まれてきて申し訳ございません。深海の底に沈みたい。ネガティブすぎて逆にムカつく。そうやって沈んでれば許されるって態度は良くないぞ。佐藤さんの言う通り、最後のチャンスなんだから立ち向かえ。深海の底沈むのはそれからだ。
もう嫌だ。みんなに無視され見下され、深海、無理なら樹海行ってくる。双葉、20年間ありがとう。おい、M 組の視察に来たのに永遠の別れを告げるな。無断で仕事を放って逃げるなよ、クズ。おいおい、後藤とやら、ずいぶん身勝手だな。本家の仕事は放棄して、M 組をコケにしやがって。これから樹海でコケになるので帰ります。佐藤さん、最後、水道水をもう一杯おかわりよろしく。ふざけんな。お前には便所の水もやらねえ。ガキが俺らに命令すんな。一発気合い入れてやら。ネガティブ全開でいたら佐藤さんにぶん殴られた。トイレの水も拒否なので相当怒っている。おー、キレのいい右ストレート、ありがとうございます。俺もさすがにムカついて殴りたかった。あまりにネガティブで腹が立って、こっちとら大組ってヤクザ組織と敵対してて苦労してんだ。痛い痛い。樹海の前に電話します。もしもし親父、大組は潰していいよ、 M 組は信用できるから。え、親父、大組潰すって、まさかこのジャージが本家のご子息、嘘だろ、殴っちゃった。俺を本家の末端ヤクザと誤解していた佐藤さんは大慌てだ。事務所の組員もあわあわしている。あの、殴った件はいいですよ、上納金の話は嘘です。本題は大組の始末ですから。ひとし、そうだろう。うん、佐藤さん、このくらい双葉に毎日殴られてるので気にせず、本家としても大組が目障りで。ちょっと待ってください、詫びもあるので組長たちを呼びます。組長、若頭、本家のご子息が。佐藤さんが叫ぶと奥の個室から中年男性二人が出てきた。組長と若頭は俺を見て震え出した。ああ、本家の若頭、お久しぶりです。すっかり大人になって。組長の北です、覚えてますか。若頭の山田です。組長と個室を歓迎用に飾り付けていたらすごい音がして、人が殴られているような。どうも、本家の後藤仁です。本日はお日柄もよく、双葉と M 組に来ました。歓迎なんて恐れ多い。久しぶりです、本家会長の側近、一時の息子の双葉です。 M 組と敵対してる大組の件でお話が。本家のご子息と側近が直々に大組の話を。あいつら島を無視して好き放題、面目ないです。親しめる M 組を目指してるのに、大組はうちの縄張りで勝手なことを。ご法度の薬売買して。親しめる。まあ、M 組のマニフェストは置いといて、大組の行動は会長も捨ておけないって。情けないですが、俺一人でコンビニに行ったら大組ヤクザに恐喝されて1万円奪われました。大組ごときが本家の坊ちゃんになんて無礼を。構想だ、 M 組が本家に代わってお仕置きよ。待って、組長、若頭、俺もお仕置きされないとです。本家のご子息に舐めた態度を取りました。何、おい佐藤、末端の分際でなんてことを。詫び入れろ、縁故詰めろ、若頭として許さん。結婚指輪がある指以外は詰めさせていただきます。縁故詰め合わせ、謝罪の菓子折り付き。やめて、菓子折りだけください。縁故詰めたらマジで樹海行きます。佐藤さんは不問で。佐藤さん気にしないで、ひとしを殴るために縁故詰めたら、俺なんて手足の指が全部消えてます。佐藤さんはいいけど、双葉ちょっと気にして。恐喝されたって俺が話したら殴ったよね。あれはお前が悪い。本家の息子が1万も奪われやがって。頼んだタバコの銘柄も間違えただろ。20代の幼馴染が恐喝されたのに殴るのか。
律儀にタバコ購入するご子息もすごいな。恐喝ごときでタバコ買えないなんて言ったら、切れた双葉に風呂ぼっこされる。恐喝より怖い。若様、そんなんでいいんですか？立場上、もっと維持さんに威厳を示さないとまずいんじゃ。もう遅いです。物心ついた頃には双葉のパシリだったので、親父も双葉の態度を怒らない。本家の後継ぎともあろうお方が、一歳上の幼馴染の奴隷パシリにしてる一時さんもすげえな。このネガティブのお目つけを会長に命令されてんだ。パシリくらいさせないと割に合わない。本家は側近からして違うな。山田、お前も若頭なら組長の私にタバコを買わせるくらい弾けろ。嫌です。自分そういう弾けた態度はできません。そもそも組長は喫煙者じゃないでしょう。そうだった、私組長なのにカフェインもニコチンも薬も苦手。お茶より水道水が好きでしてね。組長は健康志向で、 M 組は喫煙所ないんです。タバコは2キロ先の外の喫煙所を利用します。事務所があるビルは全面禁煙なんすよ。歩きタバコは厳罰です。ここ通学路なんで子供が危ない。徹底してるな。タバコ吸うのに2キロ先まで歩けなんて言われたらブチギレます。俺だったら。俺も本音ではタバコの煙とか嫌なんだよ双葉。本家の事務所のトイレでタバコ吸わないで。ああ、灰皿持って窓全開にして吸ってるからいいだろ。トイレ喫煙禁止とか張り紙もないし。注意書きしなくてもトイレで喫煙はダメ。よーく換気しても匂いでタバコってわかるんだよ。別にトイレで薬決めてるわけじゃねえし、外まで出て吸うのが面倒なんだよ。タバコ吸いたい。ストップ。組長の北、本家の側近でも M 組で喫煙は許しません。うちの島ではダメ絶対。若頭山田も反対です。大組連中もタバコをポイ捨てして最悪です。女捨ててもタバコ捨てるな。 M 組はクリーンなヤクザ組織っす。喫煙を否定しません。でも23歳ニコチン中毒はダメですよ。わかったよ。タバコは帰ってから吸います。イライラするんで大組潰すんで話は終わらせません。双葉、禁煙しよう。タバコ吸えないとイライラしてる段階で相当ニコチンの沼に浸かってる。黙れジャージ。お前が深海だの樹海だのうじうじしてるから話が進まねえんだよ、ドブカスゴミ。本家若頭にドブカスゴミ、指が何本あっても足りない。組長、若頭、石井さん切れる前に話を。十分に切れてるけどね。ではうちの島で好き放題の大組に焼き入れることでお願いします。大組にせめて歩きタバコとポイ捨てはやめてくれと言いたいです。地元の方のご迷惑なので。ではそのように父会長に申し伝えます。ついでに俺の1万円も返してほしいと要求します。話は終わりだな。いい年帰るぞ。じゃあな組長さん、若頭さん、佐藤さん、早くニコチン吸いたいんで。待って、お騒がせしました。大組は対処するんで。水道水ごちそうさまです。失礼いたします。緊張して樹海に行きかけたが話はまとまった。車に乗ると双葉は背伸びしながら口を開いた。あータバコ吸いたい。まったく、会長の命令でも22歳ヘタレのおもりなんてクソうぜえな。本当にごめんなさい。俺が期待外れなせいで双葉に迷惑を。車で存分にタバコ吸っていいから。帰ってから吸。今吸いたいけど喘息のやつがいる車では吸えない。発作起こされると困る。ごめん、慢性喘息で。後継ぎが俺以外いないなんて本家はおしまいだよ。生きるのが苦しい。泣くな。会長だって次の代で本家終焉も想定してる。世襲なんて古臭いこと気にする必要ない。
代々続いた本家を絶やしたら生きていけない。なんで俺は心身強く生まれてこなかったんだ。ヤクザ本家が耐えたって生きていける。絶望的な目にあっても人はしぶとく生存できるんだ。双葉見たく強ければだろ。俺就活もダメ、ヤクザもダメ。わかるんだ、周りが失望してるって。失望？そんなの周りが勝手にしてることだ。必要以上に期待寄せたやつがアホで節穴なんだよ。双葉が本家の息子なら親父も安心する。俺なんてみそっかすで生まれてこない方がよかった。本家なんて関係なく、お前はどこに生まれようが同じ。でも生まれてきた以上は仕方ねえだろ。そうだね。双葉、タバコは控えてね。吸いすぎは毒だから。双葉に先立たれたら本当にぼっちだ。おい、勝手に俺の寿命を決めるな。わかったよ、うぜえな。で、大組はどうする？潰すのか？親父に話して M 組の島から出てってもらう。抗争とかはなしで。本家が出れば大組も黙るし。会長はその程度で納得するかね。大組はうちの傘下の M 組の島に無断で入り込んだが。M 組だって争い事にはしたくないんだ。本家なら穏便に済ませるのが一番。無駄に争うより。今の会長にそんな心の余裕はあるか？勢力を保持したくて焦ってる。大組を解体するかも。親父は俺が本家を継げば弱体化は防げないって考えだ。勢力拡大は無理でも縮小したくない。会長も目を覚ませって言いたい。無駄に力を行使するのは命取り。抑圧された側の怒りは怖い。親父だって息子が頼りになればこんなに焦らない。本家の存続が使命なんだ、親父の中では。それは息子への愛情じゃない。本当に息子を思うならヤクザにはさせない。ひとしみたいな子供。でも本家から逃げられない。何不自由なく俺が22歳まで生活できたのは本家の子供だから。それ相応の働きをしないとダメって考えか。壊滅的にヤクザ向いてないって自覚あるのに。そうだよ、向いてなくても期待外れでもこれが俺の運命なんだ。世襲なんだから仕方ない。ふん、そのくだらない運命を全うすればひとしは幸せなのか。地獄みたいな毎日は確定なのに。俺の幸せなんて微々たるもの。本家を少しでも継続させる、その期待を裏切ることは罪だよ。ああ、そう。そう思ってるなら何も言わない。でも、それはお前がマジでかわいそう。余計なお世話か。その後、双葉は沈黙していた。大組の件は親父に報告した。穏便に対処してくれとお願いしたが。え？大組は壊滅した？そんな、M 組の島から出ていけばいいだけなのに、なんで大ごとに。知らん。俺の親父も散々会長には言った。でも会長は花から大組は潰す気だったんだよ。組が潰れたなんて、俺が余計なこと言ったから、何も潰すことはなかったのに、俺のせいで。M 組もビビってる。小競り合いが潰し合いに発展した。亡くなったやつもいる。どうしたもんか。上納金の締め付けも厳しくしてる。傘下でも資金繰りに困ってる組があるのに反発が来る。会長に何言っても無駄。俺も下手なこと言えない。どうも本家はよからぬ方向に転がってる。親父に話してくる。頭を冷やせって。このままじゃ本家も忠実な傘下の組も内部崩壊するよ。やめとけ。お前の忠告なんて耳を貸さない。それより、秘密の相談がある。他言無用にしてくれ。相談？誰にも言わないけど。深刻なことか？今まで俺に相談事なんてしたことないよね。率直に言う。ひとし、お前に本家相続を諦めてほしい。本家から出て行け。今すぐに身を隠せ。いいな。え、何急に。
俺が本家から出て行ったら親父はどうなる？役立たずでもここにいないと。急を要する。とりあえず本家から出るぞ。理由は車で話す。急いでくれ。誰かが来る前に行くぞ。何？何が起きてるの？ねえ、双葉。腕脱臼するからそんなに引っ張らないでくれ。行って。冷静で不遜な双葉が柄にもなく焦っている。事態がわからないまま車に乗せられ本家を出た。ひとし、落ち着いて聞いてくれ。会長はもう亡くなってる。理由は容易に察せるよな。お前にだって。誰かに消された？抑圧されてた周囲に？親父は誰にやられたんだ？双葉は知ってるのか？知ってるも何も。犯人は俺の親父。会長に嫌気がさしたんだ。どさくさでお前も消す気だった。双葉のお父さんが、そんな一番の側近だったのに、子供の頃から可愛がってもらったのに。親父、ゆくゆくは本家は全員始末する計画だった。求心力も勢力も低下する今が好機と踏んだ。乗っ取るつもりだったの？いじちの人間が本家にとって変わるため。でも双葉はなんで？無辺の巻き添えはまっぴら。今本家を消しても親父は長生きしない。3日持ったら奇跡だ。そうか、本家に忠実な幹部が黙ってない。でも双葉は大丈夫？お父さんと同罪にならない？それくらいわかる。今は隠れないと俺もやばい。伊地知派と本家派がドンパチ始めたからな。お互いに命が危ないの？え、隠れるってどこ行くの？傘下の組も危険だよ。安全地帯がない。 M 組、あそこ本家派だからお前の身の安全は保証できる。組長たちには連絡した。そこで隠れろ。双葉は？本気派なら双葉は危険だよね。嫌だよ。事務所も安全じゃない。樹海に行きたい。樹海はやめとけ。 M 組にお前を引き渡したら俺はどっかに逃げる。 M 組にはそう話してるから。嫌だ。逃げるってどこに？逃げきれないよ。俺が双葉は関わってないって証言すればいいんだ。周囲が納得するか？親父が会長を消したんだぞ。関与してなくても命はない。ヤクザだから。でも双葉はギリギリで助けてくれた。それなのに制裁を受けるのはおかしい。絶対おかしい。ほら、 M 組の事務所に着いたぞ。ここからはぼっちで生きろ。佐藤が迎えに来るから車を降りろ。双葉、ありがとう。俺、双葉がいなくても生きてみせる。一日でも長くヤクザとして生きてやる。そうか。最後に言うぞ。夢夢宿命なんてもんに縛られるな。運命と宿命は別物。ひとし、元気で。双葉は車を急発進させて去っていった。20年間一緒だった存在がいなくなる。心が空っぽだ。樹海にも深海にも安らげる場所はない。分かってたんだ。俺が沈んでも生きてこられたのは。若様、こっちです。危ないんで事務所へ。ビルに入れば安全です。組長たちが待ってますから。佐藤さん、伊地知の味方したやつを一掃する。本家の家督は俺が相続する。伊地知陣営は殲滅だよ。はい、 M 組の組長も若頭もそのつもりです。伊地知に加担した連中は悲惨な末路を遂げる。会長である俺の親父を消した伊地知は即捕まった。情け容赦なく制裁した後、地獄送りにした。伊地知の陣営は潰していった。味噌かすだった本家の息子の冷徹さに周囲は肝を冷やした。傘下の組の上納金は据え置き、解体した組織は吸収する。反発するなら始末する。以上で終了だ。本家の屋台骨は揺れたが、後を継いだ俺の舵取りで断絶は免れた。会長として本家に君臨する。会長、少しよろしいですか？うちの佐藤が話してくれたんです。その、伊地知双葉のことを。双葉のこと？
生存は絶望的だろ。伊地知の関係者は容赦なく消した。生きてる可能性は低いよ。そうなんですが、山田、うちの若頭も見たんです。うちの2キロ先の喫煙所で彼らしい姿を。そんなはずない。事件は収束したが、双葉は命の危険にさらされてる。うろうろしてるはずないよ。わざと姿を見せてる可能性があります。会長の様子を見るためとか、彼ならやりかねないです。北さん、双葉はそんな愚かな行動しない。20年も一緒にいればわかる。絶対に人違いだから。はい、でも一度は確認した方がいいです。一時に恨みを持ってる奴に狙われる危険がある。迂闊に危ない場所に出没しない。だが本当に双葉なら自滅行為だ。敵の最前線にいるのと同じ。念のために行ってみるか。 M 組の2キロ先の喫煙所。ジャージを着てマスクをして、タバコは嫌だ。護衛もつけないで目的地へ。喫煙所は外なのに煙ったい。座っていると懐かしい香りがした。そんなところにいると喘息発作が出るぞ。副流煙が溢れてるから。何しに来たんだ、ひとし。散歩。双葉、ここから離れろ。何してるか知らないが危険だ。頼むからもっと遠くに逃げてくれ。断る。お前気づいてるか？すごく疲れた顔してるぞ。魂があの世に飛んでるみたいな面だな。魂も気力も何もないよ。意地だけで生きてるんだ。あと何日、あと何日で本家から解放されるか。それ、もうあの世に行ってると同じだ。お前限界だろ。本家解体して自由になったらどうだ？できない。本家を守るため、伊地知の味方は消し去った。無関係な人も追い詰めた。引き返せない。今引き返さないと本当に狂っちまう。義務感なんて捨てろ。これ以上恨みを買われる前に。気軽に言うな。すでに狂ってる。俺も本家の歯車も、傘下の組も恐怖で支配してる。味方じゃない。本家の会長なんて最初からお前には負担だった。本家を終わらせるために生きてるんだろ。そうだよ。結婚はしない。子孫は作らない。本家の連鎖は俺で終わらせる。誰にも引き継がせない。終わらした後お前も消えるのか？それって意味ねえだろ。お前は何のために生きてんだ？わからない。本当にわからないんだ。消えるために生きてる。それしか言いようがない人生だ。3歳からいやいやだったけど、ひとしのお目付けになった。でもごめんな。全然役に立てなかった。本当に。双葉が謝るなんて初めてだ。ぼっちだったけど、双葉はいてくれた。ダメな俺を見捨てなかった。こんな希望がないお前を俺は追い詰めた。お目付けじゃなくて友達として接すればよかった。もう行きなよ。長くいると誰かに見られる。ここには二度と来るな。双葉ならうまく逃げられる。お前はどうする？どの道お前が踏ん張っても本家は衰退する。十分頑張った。終わりにしろ。ありがとう双葉。でもその衰退を迎えるまで俺は逃げない。消えるまで生き続ける。宿命を全うする。勝手にしろ。ひとしが消えようが知ったことじゃない。せいぜい無駄なあがきをして寿命を縮めろ。うん。双葉は絶対に生き延びてね。タバコは控えてね。体を壊すから。じゃあ元気でね。さよなら。うつむいていると双葉は一度だけ俺の頭を撫でてくれた。そして顔を上げた瞬間、姿が消えていた。もう二度と会えないな。双葉だけは無事でいてほしい。俺の分まで幸せに元気に生きてほしい。双葉の言葉通り、俺が奮闘しても本家衰退は止まらない。味方は減って敵ばかりが増えてくる。今日は大事な話がある。 M 組はもう本家から離れろ。このままだと負ける構想に巻き込むから。そんな、会長はどうするんです？
抗争に敗れたら命はないですよ。本家もすぐ断絶します。それでいいんだ。本家があるから争いが起こる。たくさんの人を巻き込んだ。命なんていらない。大きな組織を統率する者は嫌でも犠牲を出す。本家が傾いたのは会長のせいじゃないですよ。北さん、そう言ってくれるだけで十分です。もう巻き添えを増やしたくない。裏切ってくれ。私も M 組の組員たちを守りたい。今日まで参加でいられて幸せでした。会長、どうぞお元気で。ありがとうございます。最後に事務所の水道水を飲んでいいですか？すごく美味しかったので。組長の北さんは佐藤さんに命じてコップに水を入れてくれた。水を飲むと薬品の味がする。水道の水で人生が終わるのか。それでいいや。双葉には笑われそうだけど、もうすぐ解放される。意識が途絶えて人生が終わった。苦しまずにあの世に行けるなんて贅沢だと思っていた矢先。明らかのドブカス。予想通りに水道の水を飲んだな、ひとし。組長さんたちに礼を言っていくぞ。双葉？あれ？ここってあの世？あ、でも佐藤さんたちもいる。みんなお亡くなりになった？会長、そんなわけないでしょ。双葉さんに前もって会長が来たら薬を盛れって言われてて。これ、私の常備薬の睡眠導入剤です。組長でも不眠症でして、水道水に薬をブレンドしました。若頭の自分も薬飲んでます。睡眠導入剤を飲むとよく眠れる。ヤクザもいろいろと疲れますからね。M 組は不眠症が多いんですね。双葉、どうすんの？本家解体する寸前なんだけど、何する気？はあ？何するって決まってる。敵組織を殲滅させる。お前が懸命に守った本家は潰させない。無理無理。参加が減って結構四面楚歌だから。双葉でもこの状況は打開できない。潔く諦めよう。四面楚歌？それなら大丈夫。四面の幹部は狙撃しちゃったから。司令塔を潰せば烏合の衆だよ。争いの炎にガソリン撒いたね。どうやって狙撃したのか気になるけど、敵組織が黙ってない。そんなの歯向かってきたやつ、全員あの世行きにすればいい。茶化を持て。消える前に生きろ。わかった。もう少しだけ消えるのをやめる。双葉、ありがとう。危険を承知で戻ってきてくれて。構想は M 組の大活躍もあり、本家側の大勝利に終わった。双葉が敵陣のヤクザを撃ちまくった。本家は長らえるだろう。本当に最後の日が来るまで、樹海も深海もお預け。双葉とそう約束した。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。